ご来場の皆様にご案内申し上げます。本日は日の出衛星10周年記念講演会、太陽観測から宇宙と地球を探るにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日の講演会ですが、お座席は満席となっております。一人でも多くのお客様がお席につけますように、お荷物は膝の上または座席の下に置いてください。また、テーブルを出されていますと奥の方にお客様が座ることができません。テーブルをお出しの方は開演までテーブルをしまっていただけるようにお願いいたします。なお、講演開始後は場内が大変暗くなります。お座席の移動の際には足元に十分ご注意ください。またこの場内では飲食ができません。お飲み物、食べ物召し上がる方はロビーにてお願いいたします。なお、本日の講演会ですが、インターネットでの中継を行っております。お客様のお顔がカメラに映ることはございませんが、質疑応答の際、お声が入る場合があります。何卒ご了承ください。では開演まで今しばらくお待ちください。本日の講演会開始は午後1時30分となっております。あと5分ほどで開始となります。しばらくお待ちください。
皆さんこんにちは。今も入ってこられておりますけれども、ご着席ください。日の出衛星10周年記念講演会ことで、これから3時間あたりになりますけれども講演会を始めたいと思います。日の出衛星、ご存知のように今ビデオ後ろのビデオにも出てますけれども、10年前に上がりました。そこに出てますね。2006年9月23日秋分の日に打ち上げられた人工衛星です。太陽を観測する人工衛星です。ちょっと話違いますけれども、今年の9月1日金環食がありました。日本から見えなかったんですけれども、アフリカからインド洋にかけて金環食がありました。その10年前の2006年の9月22日これも日本から見えなかったんですけども、同じような金環食がありました。前日の金環食が終わった後、その次の秋分の日23日の、午前6時36分という時刻に、秋分の日の朝の6時ちょっと過ぎの時間に真東の方向に人工衛星を打ち上げますと、いわゆる太陽同期の極軌道といいますけれども、地球の南北両極に近いところを飛ぶような軌道に上がる、そういう打ち上げ方をした太陽を連続的に観測する衛星です。日の出打ち上げうまくいきまして、10年間で大変素晴らしい成果を出しました。実は今週の初めにも、世界の太陽の研究者が日の出のデータを使って、太陽の研究発表をする国際シンポジウムが今皆さん方が座っているこの場所で行われました。世界から200人近い太陽の研究の専門家が来て、ここでカンカンガクガク太陽のことについて議論をしました。そういう素晴らしい成果を上げている人工衛星です。で、今日の講演会はその成果の一端を、皆様方にも、ご理解いただこうと思って、開く講演会になっています。日の出が10年間どういうデータを取って、どういうことが太陽について分かったかっていうのを少しでもご理解いただけると大変ありがたいというふうに思っております。はい、それでは、この回受付でご入場いただくときに、プログラムと、各講演のまとめを書いたレジュメを、A3 2つ折りにして A4 のサイズにして裏表印刷になっているものと、それから、アンケートと、その3枚の用紙をいただいたかと思います。プログラムに従って講演会は進めていただきたい、いきます。で、スライドをたくさんお見せすることになると思いますので、もしわからないところがあったらばレジュメの方も参照いただいて、ください。もちろん後になりますけれども、質疑応答の時間も取りたいと思っています。それからもちろんぜひ最後まで聞いていただいて、アンケートに答えていただけると大変ありがたいと思います。今後の講演会あるいは太陽に関することを皆様方にご報告するときの参考にさせていただきたいふうに思っております。はい、ということで、それでは、講演の方に進んでいきたいと思います。一番最初の講演は、日の出ができるまでの状況をお話しいただこうと思います。日の出惨状タイトルにしました。日の出の打ち上げによって太陽研究に新しい時代の幕が開いたというお話を、国立天文台の原先生にしていただきたいと思います。じゃあお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。国立天文台の原と申します。それでは私はまず日の出の成果に先立って、日の出がどうやって、この10年前になるんですけれども観測を始めたかというところについてお話ししたいと思います。でこれによって、この太陽の研究というのは大きく進んだわけですけれども、その、時代の幕開けを10年前に私たちは始めることができました。最初に示しますけれども、これ皆さん、肉眼で見える空にあります太陽ですけれども、これを私たちは研究しています。ただ見ると単に黄色く輝いている、空に浮いているものですけれども、夕方になって、空がだんだん暗くなってくると、最後にこれは、夕方地平線に沈んで星が見えるようになります。で皆さんもご理解していると思いますけれども、この空に輝いている、ほとんどの星が太陽と同じように自分自身で輝いている星です。太陽はたまたま私たちに近いだけで非常に明るいですけれども、この太陽の輝きがなくなってしまえば常に空はこういうふうに星にあふれているわけです。でこの太陽だいたい1周1ヶ月弱でくるくる回っております。私たちからだいたい1億5000万キロ離れたところにあるものですけれども、これを研究する私たちは何を研究しているかということを少し話したいと思います。でまず最初に太陽を肉眼でなくて望遠鏡で見た一人ですけれども、イタリアのガリレオ・ガリレイ、皆さんご存知かもしれません。ここにガリレイが作った望遠鏡を示してますが、彼がこれで目を痛めないようにして工夫して太陽を見て、それで当時は写真なんかありませんから紙の上にこういうふうに見えたものをスケッチしています。何が見えたかというと、黒いシミのようなものが太陽面に見えたと。でこれを1日ごとつぶさに観察してみますと、そこに動きがあったと。でよく見てみると、それからそれをずっと追いかけていると一方向に動いているように見える。でここから彼は太陽が回転している物体だということが分かったわけです。でここに最近撮られたこれは皆さんもデジカメなんかでお持ちだと思いますけども、 CCD で撮った太陽ですけれども、左側に黒点の数が多い時、それから右側には黒点の少ない時、特に黒点が表面から見えなくなってしまった時期のものを示しています。このように太陽の表面に黒点が現れる時期があったりなくなったりする時期があります。ガリレオが観測を始めたのが400年前ですけれども、そこからずっとこの数を測ってきた結果がこの上の図になります。横側の1600年くらいから現在までおよそだいたい1年平均でその数を表しています。皆さんこれを見てわかると思うんですが、非常にこうギザギザと変化しています。この一番たくさん現れる時期の間隔というのがだいたい11年間隔ぐらいになっています。これがよく言われる太陽の11年周期というものです。でこれは11年ごとにこう変化しているだけでなくて、もう見てお分かりの通りね、この一番数が多くなる時がこう変化しています。最近はこの辺で、今もうこれ下降の方に入ってますけれども、割と数が少ない時期になっています。そういった時期が過去にもいくつかありました。で一番その驚くのがここの領域で、ここの時期で黒点が全く太陽面から消えてしまった時期があります。でここの時期特別な時期になっていまして、地球がこの時寒冷化したという記録が残っています。ロンドンのテムズ川ですが、まあ、普通は凍ることのない川なんですけれども、これが長いこと凍ったような時期に当たっています。こういうふうに太陽の活動と私たちの生活ではつながっていると、昔から人は認識してまして、それでいう太陽と地球のつながりという研究もずっと行われてきています。でこの黒点なんですけれども、
これ拡大した可視光で見た図です。ある方法、光の性質を使いますと、ここが磁場 N 極と S 極、磁石にあるような N 極と S 極ですね、そういったペアになっていることが分かります。磁石でここに砂鉄を置いてみますと、このように線状の構造が現れますけれども、これは磁石の N 極から S 極に向かっている磁力線を見える形にした可視化したものです。でこういったものは私たちも日常認識していることが見ていると思うんですけれども、一つは方位磁石で北をどっちが北かというのを調べるときに方位磁石でこう向きを調べますが、それができるのは地球が全体が磁石になっていて、それの N 極、我々が持っているその方位磁石の N 極が北の方を向くということを使っているわけです。で太陽にこの磁場があるということなんですけれども、どういうふうに考えられているかといいますと、ここが太陽の表面だと思ってください。それで黒点として見えているのはここの黒いところなんですが、ここをつなぐように磁力線がこのように上の方にこう伸びているというふうに考えています。でこれはどこから来ているかというと、この表面の内側にまだ続いていて、もともとはこれ黒点がない場所にいきなり黒点が出てくるわけですけれども、下から表面下にこういう磁力線の束のようなものがあって、それが上に上がってきて、それがその表面を突き抜けて上に出てきた断面、これが黒点だというふうに考えられています。でこういった磁場は黒点の領域だけかといいますと、もう少し精度を上げて測定してみますと、太陽全体もこのように白と黒の、白が N 極で黒が S 極なんですけれども、こういったたくさんの磁場で埋め尽くされています。太陽は表面を磁場で覆い尽くされた星なわけです。で他の星も同じように、太陽と同じように表面に磁場を持っていると私たちは考えています。さて、これは星の全体に磁場があるということとですね、それから先ほど11年ごとに黒点の数が上がったり下がったり、大きくなったり小さくなったりすると言いましたけども、結局黒点がこういうふうに磁場を持ってますものが変動しますから、そうすると表面に出てくる磁場の量も11年ごとに変わっていることになります。それからこの後でお話は特に出てこないんですけれども、この N 極と S 極の向きというのが11年ごとに変わります。特に驚きなのが、これだけ巨大な星、地球の約直径で109倍ほどあるものですけれども、これやはり地球と同じように N 極と S 極というペアで極に磁極があります。でこれが11年ごとに完全にひっくり返ってしまう。地球ではそういうことは起きてないと思われるかもしれませんが、地球でも非常にゆっくりとした間隔で、約100万年ぐらいの間隔で磁場が反転しています。さて、これ光で私たちの目で見える太陽を拡大したものですけれども、表面の温度大体6000度と言われています。私たちこれを光球と呼んでいますが、これを別の光で上空を見ますとこんな風になっています。で表面、先ほどのものと違っていろんな模様が見えますけれども、この模様が実はその表面には磁場が上空に伸びていって作っているものです。でこの中で非常にその稀なんですけれども、こういう黒点の現れる近く、ここでは時々ですね、ここの今ここに拡大しているのがありますが、太陽フレアといって巨大な爆発を起こします。でこれ見る限り、見るたった少し見るだけでは単に明るさが明るくなって、まあ、構造がこうできてっていうふうに見えるかもしれませんけれども、実はこういうものが現れると私たちの地球のところにもその影響が大きく現れることがあります。なのでこういった太陽の表面現象というのが地球とつながっているという、一つの例になります。でこれをさらに上空見ますと、1万度の構造が100万度に転換します。ここに示しましたのは皆既日食で見える、太陽の、太陽が、皆既日食になるとこんなふうに月が隠して、外側しか見えなくなります。で私たち普段もこの周りにこのコロナという100万度のものはあるんですけれども、あまりにも暗いためにこれは普段見えません。どのくらい暗いかといいますと、表面の明るさここを1としますと
周りの明るさは100万分の1ぐらいになります。ですので月が隠してくれないと見えない構造になります。月が隠すと地球の表面には月の影が現れて、こんなふうに人工衛星とかスペースステーションから見るとこんなふうに見えます。でこの外側の100万度の大気ですけれども、太陽の主な構成物質は地球と違ってほとんどが水素です。でこれだけの温度になりますと、原子の中の電子が飛び出してしまって激しくお互いぶつかり合って電子が飛び出してしまうような状態でプラズマという状態になってます。で普段こういうふうにコロナっていうのは隠してくれないと見えないもので、これなぜ100万度なのかというのを知るためにはその原因を探求して調べてやらなければいけません。ところがこれおそらくこの皆さんも思われると思うんですけど、その原因というのはこの黒い月が隠している内側にあるだろうと。でこれがどいてくれないことにはなかなかこのなぜ100万度なのか分かることができないというふうに想像できるかと思います。ここに100万度のコロナの模式図です。太陽の中心部があって外側に向かっていると思ってください。中心部約1600万度ですけれども、それが外側の表面までくらいに6000度まで下がってきます。でここで何も起きませんとどんどん温度が下がっていくだけなんですけれども、実際はそういうことになっていなくて、そのすぐ外側には先ほどお見せした最層1万度の構造がありますし、そのさらに外側に100万度のコロナがあります。でなぜこういうことが起こるかといいますと、エネルギーがこの領域に与えられているからです。で私たちはそのエネルギーは太陽の表面のところにあるところから与えられていると思っています。それが一つ大きく調べるものになります。太陽研究には3つの大きな課題があって、これは昔から立てられているものもありますけれども、この3つの課題長いこと研究しているうちに、少しずつ内容が変わっていってますというのは、研究するに従って分かっていることが明らかになってくるがどんどん増えてきているからです。それでも完全にまだよく分かっていないので3つの問題が残っています。さて、まず最初に11年で増減する太陽の磁場黒点に現れたものですけれども、これが内部でどのように作られているかという問題があります。それからコロナがどうして100万度になっているのかと。で最後ですけれども、これは爆発現象のフレアはどのように発生するのだろうかという問題があります。またコロナの写真に戻りますけれども、エネルギーは太陽の内部から外側に向かって流れているはずです。先ほども言いましたように、この状態では内側のものを調べることができません。でこれを何とか打開できないかと長いこと多くの研究者が今までやってきたわけですけれども、これを人工衛星に積んだ X 線の望遠鏡で見ますと中心部も含めて全て見ることができるようになります。これなぜかと言いますと、コロナ100万度ですので、こうなりますと表面そのコロナの場所から X 線が放出するようになります。 X 線が出ますので、その X 線を捉えることさえできればこのように絵として捉えることができます。これは25年前に打ち上げられた陽光という日本の衛星が撮ったものですけれども、これ X 線で太陽がぐるぐる回転しているというのが見えると思います。この中で明るいところ、こういう明るいところというのは実はその下のところに黒点があって強い磁場のあるところです。よく見るとですね、筋模様が見えていて、その実は筋模様の片方が N 極、片方が S 極になるように表面に根付いています。ですからコロナと表面というのはつながっています。それは磁場でつながっています。で私たちはこの磁場の強さとこのコロナの明るさを調べているわけですけれども、そうしますと磁場の強いところは非常に明るくなる。ですから磁場がコロナに対して何かしらのエネルギーを与えているということになります。それからここに見えるのは単に明るさだけではなくて形がどんどん変化しています。で特にこういうふうに明るく変化して何かが飛び出していくようなところというのは100万度ではもうなくなっていて、1000万度にまで温度が上がって短時間ですけども1000万度ぐらいまで温度が上がります。こういう100万度のものから1000万度になった時に太陽の爆発フレアというのが起きたというふうに考えています。
で、コロナが100万ドルになっていること、まあ、フレアが1000万ドルになっていることともにですね、表面から出てきました、まあ、黒点の周りから出てくるこう強い磁場なんですが、それが伸びていってこういうふうにアーチ状の構造を作ります。こういった形で上空にエネルギーを与えているわけです。で、問題はこれがどのようにこの表面から上空に伝わっているかと、どういうふうにエネルギーを落としているか、それを知ることができさえすればこの問題は解決します。で、研究者これ長いこと研究してきましたが、残念ながらこの最初はですね、この上空のコロナを観測しているときに同時にこういう磁場のデータを使いたいときに使えるような状況にはなっていませんでした。それからコロナは非常に早く変化していますけれども、それと同じくらいの間隔の時間の間隔で非常に細かい磁場のデータを取ることができませんでした。これを何とか解決できないかということが一つ新しい問題として出てきたんです。で、地上で磁場が観測できますが、これは非常に稀な、まあ、地球の上にはいろんな場所があって、大気が非常に安定しているところでは瞬間的にこのようにきれいな画像を撮ることができます。ここで見てわかるのは黒点、細かい構造たくさん見えてますけど、それ以外にこれ小さな明るい気点があると思います。で、これは実は私たちは磁場が集中している領域だと思っています。表面の磁場っていうのはのぺっとなんていうかべったり張り付いているわけではなくて、こういうふうに場所にある場所にこう集中しているようなものがこうたくさん散らばっていると。で、これ静止画ですので分かりませんが、これを動画として見ていきますと、まあ、地上ではこれ大気があってこうボケたり歪んだりする画像の中で見えるわけですけれども、こういうものが動いていきます。ランダムにあちこちに動いていきます。そうしますとここから磁場が上空に向かって伸びてますから、上空に向かって伸びた磁場っていうのはぐにゃぐにゃとこう絡み合うようなことが起こります。で、そういったものによってエネルギーが表面から上空に向かって流れてるんじゃないかということが言われています。ただ残念ながらこういったものが地上で実現するのは非常に1年間にわずか数日、それもその1日の中で1時間あるかないかというような状況です。これではとても研究ができません。なのでこれをなんとか安定した画像を撮って、さらに地上ではできなかったんですよ。このレベルの解像度で磁場を測るということは日の出が上がるまでできませんでした。それをできるようにして、どのようにエネルギーが下の方から磁場を伝わって上空に流れているのかということを知りたいと思って日の出という計画が作られてきます。これが日の出衛星が取り組む課題です。簡単に書いています。先ほどお見せした表面の微細な構造が、まあ、一体どういうふうになっているかと、実は小さな構造っていうのは昔予想されていて見えなかったんですけど、磁場に非常に小さな構造があるということは昔予想されていたんです。ところがいくら何十年かかっても全然観測できない。それは地上から太陽を見ますと、その間に地球の大気があってそれを邪魔するからです。で、2番目になぜ太陽の外部のところが最小が1万度であったりコロナが100万度であったりするのかと。で、3番目に1000万度になるフレアの爆発ですけれども、発生領域で一体何が起きているんだろうかということを日の出 の計画の目的にしています。磁場の微細構造、これ直径大体200キロぐらいだと当時は思っていたものです。そういったものがたくさん表面に散らばっていて、それが表面のこの泡構造、これはお味噌汁の表面にあるような対流構造なんですけれども、それがこの明るい気点をあっちにやったりこっちにやったり揺すります。それによってこの上空に向かってエネルギーが流れていってるだろうと、それをなんとか理解したい。それからそうするためにはですね、その磁場一点一点を磁場というふうなもので観測して、でそれがどういうふうに動いているかということを捉えなければなりません。で、結果としてそれがおそらくコロナやフレアを作るんでしょうけれども、その関係が一体どうなっているんだろうかというのが知りたかったことです。で、2番目のコロナがどうして高温なのかと、で答えは先ほどからも何回も言ってるんですけれども、
上空で磁場のエネルギーが熱に変換されているからなんです。これ簡単に言うとこれが答えです。でこれで理解が終わったと思ったらこれで問題は終わりなんですけど、じゃあ一体どのようにその磁場のエネルギーがコロナに熱として変換されているのか、そこが知りたいわけです。でこういったことはこういったコロナというのは太陽だけでなくて見えている星全てにあります。ほとんど全てにあると言ってもいいです。でそういったものを詳しく観測するためにはもう太陽しかできないわけですね。まあ、最後に書きましたけれども、微細な磁場とコロナの同時観測が強く望まれてました。で3番目なんですが、フレア の発生領域で一体何が起きてるんだろうかということがあります。陽光の先ほどの動画、X 線でくるくる回る太陽からたくさん爆発のようなものが起きてますけれども、それを一つ一つつぶさに見てみますと、こういった形のものが見えてきます。これが1000万度、100万度のコロナが1000万度になった時の形です。まず一つはどうしてこういう形ができるのだろうか。これは磁場がそういう形をしているからこういう格好をしているわけですけれども、じゃあなんで磁場はこういう格好になるんだろうかというのが問題と一つあります。で陽光の観測からここに模式図が出てますけれども、こういったものがあるんじゃないかというのをここに書いています。この線で書いているのが磁力線の形です。いろんなものが写ってます、書かれてますけれども、ここの尖った構造の部分はここの部分です。ここの部分が1000万度に輝いている。でこういった形が作った時に予想されるものなんですけれども、ここから何かがこう飛び出すようなもの、ここに内側に流れ込むような構造があって、ここが両側に飛び出すようなものがあるはずだと。そうすると、それを探してみます。で陽光で見つかったのはこの飛び出すこちらの外側に向かっていくもの、それがその温度の高いものの動きとして捉えられています。ですからこの考え方はおそらく正しいであろうと。ところが陽光の画像をいくら見てもですね、この内側に向かっているこのブルーの流れは観測することができませんでした。これを見るためにこういったものがどう流れているかっていう、それをとにかく捉えたい。あとでちょっとこの話は出てこないで答えを言ってしまいますと、実際ここのところをですね、速度を測ってやると日の出ではここの流れを見つけることができました。なのでここで書かれているような構造というのは実際に太陽にあって、それが1000万度のこのような構造を作り出すということが分かってきています。で日の出で目指した観測ですけれども、太陽こうあります。で知りたいのはこの表面から外側に向かってエネルギーが流れていって、結果として表面がこれ6000度だった光球から最小の1万度ができてコロナが100万度になる、ここが知りたいわけです。でこれここの場所を全て当時の、技術を使ってなんとか連続的に観測しようということで、私たちはここの領域を観測するために3つの装置を用意しました。一つは表面の磁場を非常に細かい構造まで見るもの、先ほど地上ではほとんど見えないような瞬間でしか見えないようなものでしたけれども、それを常に24時間観測できるようにしようということ、でその磁場の動きを見ること、それからその上空のところでその加熱温度が高くなる理由の結果を見るために再送、それからコロナのところでの画像を観測すること、それからこのコロナのところで特に激しく運動が起こるわけですけれども、そのコロナの観測動きを見るための装置を持つという、こういうふうな3つの装置でこの太陽を分析してやろうというのが日の出の計画です。その3つの装置がここに表されてますけれども、表面の光球を見るこれ可視光でやりますが、その望遠鏡がこれです。可視光線のここの領域を使って、これは光の波長を表していますけれども、私たちが目で見ることができる可視光線の領域でこの大きな望遠鏡で調べています。それからコロナの画像を撮るものはこの XRT で X 線の領域で、陽光と同じように X 線の領域で観測します。その間をつなぐもの、この EIS というこの極端紫外線領域というんですけれども、これでその間を調べてあげます。特にコロナの中で物がどう動いているかということをこれで調べます。これは非常に性能の高い装置で、
こういった似たような計画っていうのは日本以外にもそれ以前にアメリカの NASA でも計画が立てられました。結局そのこの日の出の場合はこの可視光望遠鏡の直径を50センチにしました。これは地上の観測装置からしますとそれほど大きなものではありませんけれども、宇宙に上げるとなったらこれ大変なことです。アメリカはこれを1メートルを超えるようなものをいきなり作ろうとして結局挫折してしまったわけです。そこを日本のグループは50センチで小さな表面の構造がギリギリなんですけれども、とにかくギリギリでも常に安定して観測するということを優先しまして計画を実現する方向に進みました。そうやって日本一国ではとても作れない観測装置ですので、これだけの国が関わって、それからそれぞれの国にいろんな研究所がありますけれども、それぞれの研究所の総力を挙げて3つの観測装置、それから1つの衛星を作り上げてきています。そうやってできました日の出という衛星はこのような大きさになります。私ここに鹿児島にいるときにこう撮った写真に立ってますけれども、大きさが大体わかるかと思います。差し渡しこの太陽電池のパネルの長さが約10メートルぐらいあります。3つの装置、可視光の望遠鏡、それから X 線の望遠鏡、それからその間を見るための速度を見るための装置、これから成り立っています。でこれがどのくらいの時間かけて計画が進んでたかということだけ簡単に申しますと、放送は大体1990年ぐらいからやりまして、私が大学院生になったのがちょうどこの時です。それで計画がまずは紙の上の検討なんですけど、それが始まったのは1992年くらいからです。で実際の開発を始めたのが1999年、それで打ち上げが2006年という、このくらいかかって計画が進んできてます。そしてそれから10年観測してました。どういうふうな軌道を描いているかというと、太陽から見て地球はこちらが昼側になります。24時間観測したいので、この日の出っていう衛星はこういう軌道をやると地球の裏側に入って夜ができてしまいますから、この昼と夜の端境のところ高度約700キロ弱ぐらいのところを飛んでます。でこれが一つ性能を一つ示すいい例なんですけれども、今これ全体が見えているものは地球と太陽の間に置かれているヨーロッパとアメリカが作った衛星の撮った写真なんですけれども、これの最初にその画像が出てますが、途中から日の出の望遠鏡が撮ったように変わっていきます。ぐらいまではまだヨーロッパとアメリカが作った装置ですけれども、この辺りから日の出の観測装置に切り替わっていきます。表面ではこのようにお味噌汁の表面にあるようなグズグズしたような構造がありまして、ここの中に先ほど言った小さな磁場の明るい点が埋め込まれています。それがこうあっち行ったりこっち行ったり動いていますということで、これを見てお分かりのように地上では決して手に入れられないような素晴らしいデータを取ることに成功できまして、この10年間観測を続けてきています。で結果としてこれ X 線の画像ですけれども、最初に観測を始めた2006年から現在に至るまで約10年間観測を続けることができています。はい、私の話はここまでで、次の講演者にから日の出の成果について詳しく話していただこうと思っています。じゃあ私の話はこれで終わります。どうもありがとうございました。はい、原先生どうもありがとうございました。質疑応答の時間は3つ講演が終わったところでまとめてやろうかと思っていますけれども、もし、原先生の講演に直接関係があって今聞いておきたいっていう質問があったら1つだけ、伺おうかと思いますけれども聞く？質問する？大丈夫？聞きたいことある？質問する？ここにこっち、あ、これ。あ、はいはい。はい。声がちになる。はい。はい。声がちになる。え？ごめん。
ここのページって、うん、ここあその期間ここと、うん、この辺りで、ここの名前を聞きたい。これですか？の、はい、その辺り、はい、はいはい、その辺りここですか？と、はい、残ってる部分、残ってる部分と、はい、残ってる全部の部分、はい、残ってる、違う、残ってる部分だよ、ここえ、これで刺してごらん押して、押して、ここ押して、うん、はい、押してみて、ここ押してやると、はい、どれだ、ここと、うん、ここと、ここと、うん、ここ最後まで、はい、そこが少し、量が少ないよね、最後まで捨てたい、最後の台まで、どういうことかな、え、今24って書いてあるところの、はいはい、ちょっと下り坂に下がったところなんだけれど、そこから先はまだ将来未来の話だから、まだ観測ないんです。ここは今なのね、ここ今ここにいるわけ、私たちは2010いいですか、2015年までのデータが出てるんだけども、私たち今ここにいます。最初の国典がなかった1650年から1700年ちょっと過ぎまで国典がほとんどなかった時期のことをモーンダーミニマムって書いてありますけど、まあドイツ語読みするとマウンダーミニマムっていう人もいますけれど、まあモーンダーの極小期というふうに言ってます。それから1800年前後、ナポレオンがヨーロッパ大陸を闊歩していた頃にやっぱりちょっと黒点が少なかった時期が20何年か続いてるんですけども、それのことをダルトンって人の名前ですけれども、見つけた人の名前ですけれども、ダルトンの極小期っていうふうに呼んでます。それから坊やが質問してきたように、5、15、20とかわりかし50年、55年ぐらいのサイクルで黒点の数が大きい時期が続くような周期があるようにも見えなくはないというふうに言われています。はい、じゃあ次の講演に進みたいと思います。2番目は、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所の清水先生にお願いして、太陽表面は6000度、上空の大気が100万度の謎を超えというタイトルでお話をしてもらいます。皆さんこんにちは。JAXA 宇宙科学研究所の清水と申します。非常にたくさんの人が お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。ちょっと私事なんですけども、実は私1990年に名古屋大学をのここを実は卒業して、その時に実は太陽が X 線で観測する衛星、太陽を X 線で観測する衛星が日本で上がるんだという話を実はここで聞きまして、なんで X 線で太陽を観測できるんだろうかと、非常にそれが疑問になりまして、非常に興味を持って、実はその時から太陽の道に入っております。でそれからすでに30年近く経つんですけど、母校でこんなたくさんの皆さんの前でお話しできることを非常に幸せに思っております。どうもありがとうございます。それでこの X 線で実はこれ太陽を見た日の出のデータなんですけども、太陽の表面っていうのは先ほどお話があったように、6000度っていう温度です。でなんでこの太陽を X 線で見るかというと、実は太陽の上空にコロナと呼ばれる非常に高温のガスがあるわけですね。
でその温度が100万度以上あるわけです。で100万度というような高い温度のガスから出てくる光っていうのが紫外線であったり X 線という波長の短いあの光であるわけなんです。ですからこうやって X 線で見るとあの太陽をあの太陽コロナを常に観測することができるようになるわけです。でなんでじゃ あの 100万度以上のガスが太陽の表面に存在するかというのは実はあの非常に不思議なわけで、そのお話を今日あのしたいと思ってます。でこれあの左が X 線で見たあの像、右が可視光で見た像ですけども、あの比べてみると非常に随分違うことが分かりますよね。あの可視光で見るとあの先ほどから何度も出てくるようにあの黒点っていう黒いシミがあって他はのっぺりとしてると。で一方であの X 線で見ると非常に明るい場所それから暗い場所っていうのが非常に構造化されてあの違いが際立っているということが分かります。でしかも詳しく見てあげると黒点があの存在しているところ周辺で特にコロナが明るく輝いていると。ですからあの太陽の黒点っていうのの性質とこのコロナの存在っていうのが何らかの関係があるだろうと考えられているわけです。でこれあの X 線で見たコロナもう今毎日のように日の出で撮ってるんでもう飽きちゃってるんですけど、あの実は地上で見る機会っていうのはそうはないわけです。でここにあの示したやつは皆既日食と呼ばれるもので、皆既日食の時にあの唯一地上からあのコロナを観測することができるわけです。でわずか数分のイベントのために海外まで出かけていってあのこれを見るというようなことを、それだけ価値のある現象なわけです。これはあの私何年か前にあの見たあの日食なんですけども、実はあのこう太陽を研究している太陽研究者であっても実は日食皆既日食ってなかなか見てる人が少なくて、あの皆既日食を見てない天文学者っていうのは実は結構いるわけです。じゃ あのまず太陽の構造から少しあの考えてみたいんですけども、太陽の中をまず見てみますと太陽の中心っていうのが温度が約1600万度と非常に温度の高い状態になっています。で温度が高くて密度が非常に高いというような状態ですと、主に構成されている水素が4つくっついてヘリウムになるという核反応が起きます。核融合と呼ばれているものです。それが実は莫大なあのエネルギーを生み出して、それが表面に非常に時間をかけてじわーっと伝わって、表面が6000度で輝いているわけです。で表面の近くは主にこのエネルギーを伝える仕組みとして対流という呼ばれるあの物理過程であの伝えられるということで対流層と我々呼んでるわけです。でこの表面の外側を見てあげると非常に摩訶不思議な世界が広がってまして、6000度の表面の上空に実は普通だったら温度が低くなっていかなきゃいけないはずなのに逆に温度が上がっていくあの大気があるわけです。まず約1万度ぐらいの彩層と呼ばれる層がありまして、その上空にコロナっていう100万度以上のガスが存在しているわけです。で表面6000度から上に行くと温度が上がるっていうのは熱の流れる方向、外側に向かう方向を考えてあげると非常に不思議なわけで、じゃあこれが実際どうやって、起きているのかというのが実は物理学上、天体物理学上非常にあの疑問でまだ答えが出てないわけです。でこの明るいコロナの存在っていうのが黒点と何らかの関係があるとあの話したんですけども、実は黒点っていうのは太陽の磁場が集合して非常に強く集まった場所なんですね。でこれはあの太陽の黒点っていうのは大抵 N 極 S 極がペアで現れて、
上空のコロナを見てあげると何らかの筋々な構造が片っぽの極からもう片っぽの極につながっているような構造を示します。で、我々こういう筋状の構造をコロナループと呼びまして、これがコロナの中の非常に高温に加熱されたガスが満たされた磁力線を見てるんだろうというふうに考えているわけです。で、これまさに小学校の時に棒磁石の、周りに砂鉄を振りまくと N 極から S 極に、見えなかった磁力線のに沿って砂鉄が並ぶということから、そこにN 極から S 極につながるような磁力線があるということを知るんですけども、それと実は似たような状況が生まれているわけです。で、コロナを見てあげると明るいところと暗いところがあるわけです。特に明るいところは、黒点の中心の明るいところは活動領域と我々呼んでます。それからほとんど X 線で輝かないような暗いところがあります。これはコロナホール、コロナの穴と呼んでます。それからその間は、静音領域と我々呼んでるようなわけです。で、実はこの明るさの違いっていうのはコロナを温めるために与えているエネルギーが違って、そういうことが起きているわけで、この暗いところから明るいところに与えるエネルギー量っていうのはだいたいまあエイヤで100倍とかそのくらいの違いがあるわけです。そういう違いも実は生んでるわけです。で、これをこのエネルギーを伝える元っていうのは実は太陽の表面にあるわけです。これは日の出の中心にある50センチの望遠鏡で見た太陽の表面の姿です。のっぺりとした太陽の表面を普通は想像するんですけども、日の出のこの50センチが持つ空間的にものを分解する能力が優れた望遠鏡で見てあげると、こういう泡状の粒々構造がたくさん見えてきます。で、実はこれは表面付近で対流と呼ばれる物理過程で表面に伝わってくる姿を表してまして、明るいところで実は温まったガスが表面に浮かんできて、表面に浮かぶと物が冷えるので冷えたのが周りに落ち込むと、で冷えてきたガスは少し暗く見えますので周りがこういうセル状に見えてくる、そういうものです。で、実はこの対流運動っていうのが持つエネルギーがコロナ加熱の源であると考えてます。で、この中に実は先ほど磁場っていうのを黒点で説明したんですけど、非常にたくさんの量の磁場が隠れてます。わかりますか？多分わかんないと思うんですけども、実はこのくらいの解像度の望遠鏡で見てくると、ところどころに明るいこういう気点が見えるんですね。で、実はこれが太陽の表面に無数に存在している磁場の切り口が明るく輝いているものと考えられているわけです。で、この日の出の可視光の望遠鏡っていうのは、この磁場を、手前向きに来ている磁場の成分、向こう向きに来ている磁場の成分っていうのを分解して測る能力を持ってます。で、これはそれを測ったデータで、正極 N 極と S 極の関係を示したものです。で、これ見てあげると、実は先ほどの対流運動の周りにたくさんの磁場が正極負極入り目でやれて存在していると。で、その対流の運動っていうのがこの存在している磁場をなんかダンスしているかのように踊らしているということがわかるかと思います。すなわち表面の対流が持っている運動エネルギーっていうのが磁場に対して何らかのものを与えているということがイメージできるわけです。で、実はこの対流が持っている運動エネルギーっていうのはコロナの加熱に必要な量の10倍から1000倍ぐらいありますので、対流の持っている運動エネルギーの一部を何らかの形で磁場に与えてあげれば上が加熱できるということが考えることができるわけです。で、2つ案があります。1つは表面の対流で磁力線に波を作って波が上に伝播して加熱する考え方、それからもう一つは対流運動が磁場をゆっくりと動かして上空に複雑な磁場を作っていくと、磁場にエネルギーを蓄えていくと。で、その蓄えたエネルギーを
パチッパチッとフレアのように突発的に解放させるというものを多数発生させて加熱しているというマイクロフレアナノフレア仮説という2つのがあります。じゃあそれぞれちょっと見ていきます と、まず、波が加熱するって考え方なんですけども、実は近い現象っていうのは私たちの身近にあります。それ電子レンジなんですね。電子レンジってこれ英語でマイクロウェーブっていうんですけど、マイクロ波を中で作って、それが中に置いてある食料品を温めて加熱させるという素晴らしい機械です。で、実は同じ原理なんですけども、似たような原理なんですけども、太陽コロナでは大きな違いは、その、波を伝えたりとか、それから熱化したりするのに磁力線というのが非常に重要な役割をしているということなんですね。で、日の出はこれにいろんな側面からこの10年取り組んできてて、いくつか大事な発見をしています。一つはまずこの磁力線に伝わる波を発見しました。これは太陽の縁の上空にあるプロミネンスと呼ばれる砕層ガスを連続的に観測した動画です。で、このあたりを詳しくちょっと注目してて見てあげると、細かい構造が右から左にゆっくりと移動するときに、上下にゆっくり振動しながら、揺れながら移動していくのが分かるかと思います。これが実は大事なことで、ここに横に寝たような磁力線が、実は目に見えない磁力線が存在して、そこに、凍りついたガスが上下に揺れてると、すなわちその磁力線が上下に揺れてると、波がそこを伝わってるという証拠だろうというふうに考えているわけです。それから同じような波振動っていうのは他でも見られまして、これは他の領域を同じように太陽の縁の状況です。縁を見てあげると、実は今度は立ったような磁場がたくさん、立ったような構造がたくさん見えます。なんか針状のジェットの構造です。これスピキュールと我々呼んでます。太陽の表面から上空のコロナに向かってつなぐ大事な構造だと考えてます。なんか激しくガスが噴出しているようなんですけども、これ実は我々物理的にまでなんでこんなジェット状の構造がたくさんできるかって理解できてない構造です。で、この針状の構造を詳しく見てあげると、ゆっくりと左右にゆらゆらゆら揺れてるのが至るところで見ることができます。これも同じように、この磁力線に沿って波ができて、その構造を揺らしているものだろうというふうに考えているわけです。で、この波っていうのをアルベン波と呼んでるわけです。これ発見した方 の理論的にこの波を考えた方の名前、ノーベル賞物理学者の名前を取ってこう呼んでます。で、この太陽コロナの中に、波が存在するんですけども、波って言ってもいくつか特徴的なある異なる波が存在します。ちょっとその話をしたいんですけども、波っていうのは、縦波横波っていう大きく分けて2つあります。地震が起きた時に、まず最初にカタカタカタって揺れて、その後大きく揺れるということを経験されたかと思うんです。あれ P 波 S 波と習うんですけども、あれも実は同じで、最初縦波がやってきて、その後横波がやってくるわけです。同じようにこの磁力線に伝わるような波っていうのは2つありまして、縦波についてはこれは磁力線に沿って、揺れる方向が、波が進む方向と同じというようなものなわけです。ですから、そこにあるコロナのガスだとかが、密度が高くなったり密度が低くなったりするようなところが周期的に現れて波が伝わっていくと、そういうものです。音波と実は同じような原理です。で、こういうような波っていうのはすぐ伝わるとともに、波が突っ立ってきて衝撃波が作りやすくなって、
波が持っているエネルギーが熱化されやすいという性質を持っています。で、したがってコロナまでなかなかこういう波っていうのは伝わりにくいと考えられているわけです。で、一方横波っていうのはアルベン波ですけども、磁力線があって揺れる方向が波が進む方向に対して垂直のものです。で、このアルベン波っていうのは磁力線に沿って伝えやすいと、まあ、磁力線をゴム紐だと思っていただければ横で揺すってあげるとそれがずっと伝わっていくと、それと同じようなものが起きやすいです。で、一方問題は伝わるんだけどもその先でじゃあどうやってそれを熱に変換してあげようかというのが大問題なわけです。で、この最近なんですけどもこの日の出の観測と、日の出の後に日の出のデータが非常に面白い彩層の構造が出てきたので NASA が急遽アイリス衛星っていうのを計画して打ち上げました。で、最近その日の出とこのアイリス衛星が共同観測をしてこのコロナに伝わったと思われる波が、熱化される現象を一例ですけども捉えることに成功しました。で、これは先ほどお話ししている彩層のプロミネンスのなんですけどもプロミネンスのある構造のところで左右に揺れているのが日の出で観測されているときにアイリスで観測したデータです。で、アイリスはある紫外線 の波長にあるスペクトル線を観測しましてそのスペクトル線の動きを調べます。で、これは何かというとドップラー効果で物が向こうに行くこっちに行くっていうのを測る装置なんですけどもそれで視線方向の速度を調べることができます。で、それで見てあげると見たデータがここにちょっとプロットしてあるんですけども分かったことは日の出で振動して一番振幅が振幅の端に行った時にまあ普通だったら速度がゼロになって戻ってくるというのが普通なんですけどもアイリスで見たら実は振幅で端に行ったら速度が一番速くなりましたとそれから戻っていくというような摩訶不思議な運動をしているということが分かってきました。で、これをじゃあどうやって理解してあげようかということになるんですけどもそれはじゃあ我々が知っている物理法則によって調べてあげようということをするんですけどそれをするときにはスーパーコンピューターという計算機の上で、日の出が観測したプロミネンスの物質の動きをシミュレーションしてあげるんですね。で、それをしてあげて、おそらくこういうことが起きているだろうということが分かりました。で、観測された振る舞いと同じような振る舞いがこのシミュレーションで実は再現できることが分かりまして、どういう物理現象が起きているかということが分かりました。で、これちょっと難しいかもしれないんですけどもこれが彩層 の物質なんですけども物質に対して波がこれをわざと振動してあげるというふうな状況が生まれると複数の、この磁力線に立った波同士が共鳴して特にこのプロミネンスの物質の周り周辺表面付近で共鳴してそれを吸収させるとでその吸収したエネルギーをによって運動がこう回転するような運動ができてそれが波を作っていくというようなことが起きているということがシミュレーションで分かってきました。で、こういうようなシミュレーションから確かに観測を説明できるようなプロセスが分かりまして、やってきた波アルベン波っていうのが加熱に効いてるだろうと熱化してるっていうプロセスが初めて特定できたんだろうというふうに考えているわけです。で、日の出の観測によってこの波っていう波で加熱する説っていうのが随分分かってきました。で、波でコロナを加熱するためには3つの大事なプロセスがあって波でまず冷気をさせ波を冷気させてそれをコロナに伝えてあげるとでそしてコロナでそれを熱化させてあげるということが必要なわけです。
で日の出の観測によってこの中のプロセスの中での大事なブロックが見えてきました。まず表面を観測してあげると高級ガスの対流の様子が詳しく分かりました。それからその対流運動の中に存在する磁場の活動的な動的な振る舞いが分かってきました。それから夏の波の伝播については冷気された波を初めて検出して、それから一例なんですけども熱化するようなあのを示唆する振る舞いっていうのを見つけてきたということで、ずいぶんブロックブロックであの新しく理解が進んできました。でこういうようなあのプロセスっていうのはあの実は太陽研究者は今あの先ほどコロナの中でも特に暗めなコロナホールであるとか静音領域と呼ばれるところで大事な主要なあのプロセスではないかというふうに考える人が多くなってきてます。で一方で問題はあのこの3つのプロセスの間の関係が実はつかめられてないんですね。でどうやって結びついているかということを理解すること、それからさらに大事なのは波ができてそれがコロナまで伝わって熱化しているようなんだけども、本当にコロナ加熱を説明できるだけのエネルギーを本当にその波が伝えてますかというようなことをあの観測的に捉えてあげると、エネルギーをきちんと定量的に評価して証明しないとこのコロナ加熱、波によるコロナ加熱を説明したことにならないというふうに考えているわけです。じゃあ一方あのもう一つの説、多数の小さなフレアで説明するナノフレア説です。でこれはあの、まあ、この説を大胆に例えてみれば大花火大会だというふうに考えるわけです。これはあの 地上からたくさんの花火の種を上に打ち上げるわけですね。で時間とともに上空に行ったらドーンと爆発をするわけです。それが無数にあればあのここでエネルギーを解放するので上空のコロナを加熱するということができるというような考え方です。でこれが働くためにはたくさんの量の、小さなエネルギーをあの上空に与えてそれをパチパチとたくさん無数に発生させないとコロナでも作ることができないわけです。ですから観測的にこれを確認していくためにはこの上空のコロナの中でどれだけ小さなフレアがどれだけあるかというのを観測的に捉えてあげるということが非常に大事なわけです。でこれはあの日の出に積んでいる X 線望遠鏡で見た活動領域 の動画ですけども、詳しあの見てあげると非常にたくさん小さなあの増光がたくさん見ることができます。でこれがあの、小さなフレア爆発で、非常にローカルな領域で突発的に高温のガスが現れる現象です。でエネルギーの大きさは一番大きなフレアのエネルギー規模に対して約6桁小さいのでマイクロフレアと呼んでる、そのくらいのエネルギー規模のものが結構たくさん受けて起きてるということがこういう観測から分かってきてます。でちょっとこれあの複雑なあのデータなんですけども、実はこういう爆発っていうのは巨大なフレアからマイクロフレア、さらにもっと小さいナノフレアというふうにあのたくさん存在してます。で小さな爆発がコロナ加熱に寄与できるっていうためにはその頻度分布を知ってあげる必要があって、より小さいエネルギーほど、たくさん起きているということを証明してあげる必要があります。でこの図はあの横軸エネルギー、それから縦軸に発生頻度をあの示したものです。で横軸も縦軸も指数関数になっているので、この1便1便が10倍100倍1000倍というようなあのグラフになってます。で、小さな大きなフレアから小さなものまで9桁ぐらいあるので、これを一つの観測装置では測れないんで、いろんな観測装置で測った結果がいっぱいこれ線で書いてあります。でこれを見てあげると、だいたい大きなフレアから微小なフレアまで、べき状の分布をしていて、そのべき状の傾きがある値になっている 1.5 乗ぐらいなんですけどなっているというふうに分かってます。で一方
このフレア加熱説っていうのが説明できるためには、小さいものほど、グループで集団で、大きい1個が出すよりもたくさんエネルギーを放出してあげなきゃいけないと。そのためには実はこの傾きっていうのが、2より傾かないといけないと、より傾かないといけないということが数学的に分かります。で、そういうことから実は今まで観測されているイベントっていうのは実は残念ながら小さいものほど加熱に効くっていうふうには説明できてないわけです。で、一方で日の出ではいっぱい太陽の研究者では、いや、まだ観測装置で受かってないような全然違う分布をするような、爆発現象が太陽に存在するんだろうというふうに考えていて、そういうものがあるかどうかということを理論的にまた観測的に調べているわけです。で、日の出は実はそういう違う新しい分布を持つかもしれない新しい微小なフレア現象というのを見つけてます。ちょっとビジーなスライドですけども、日の出が持っている極端紫外線の殺像分光装置というスペクトルを観測する装置で ある活動領域を見てあげるという観測をしました。そうしてあげるとこの領域を活動領域を真上から見てあげると、実はこの、なんかガスが急激に上昇しているようなことを示唆するような、信号がこのコロナループの足元付近に顕著に見えてきました。で、この領域を真横から見てあげると実は見えなくなるということから、どうもコロナループの存在している足元のところで高速の100キロメーターパー秒以上の高速のガスがこう噴出しているというのが頻繁に起きていることが示唆できるようなことを見つけました。で、これが本当にコロナ加熱に効くかどうかっていうのは定量的にエネルギーを評価できてコロナを説明できるっていうことまで定量的に調べていく必要がありまして、それはまだまだ今後日の出の観測、それから新しい装置っていうのが必要になってくるわけで、今後調べていく必要があるわけです。で、一方足元、コロナの足元付近っていうのは可視光の望遠鏡で見ると彩層っていう形で見ることができます。で、これちょうど太陽の縁にある巨大な黒点の付近の様子をある特殊なフィルターで彩層だけ見てあげるということをした動画ですけども、実はこの彩層を見てあげると太陽の研究者が想像もしてなかったような非常にダイナミックな現象に満ちあふれているということが分かりました。これがそれです。黒点の周辺のおそらくコロナループが落ちてくるような付近だと想像できる場所で、彩層のガスが常に噴出したりとか加熱が起きたり、エネルギーを解放したりとかいうことが起きていることが分かってきました。で、このような動的な彩層っていうのとコロナループで、紫外線で発見された高速の上昇流と示唆されるものとの因果関係っていうのは、それはもっと解像度の高い装置が必要で、今後の研究を待つ必要があろうと思ってます。はい。で、これ最後まとめなんですけども、太陽表面6000度で上空のコロナ100万度というお話をしたんですけども、日の出は特にたくさんの発見をしてるんですけども、特に2つ大事な発見をしてます。まず磁気構造に立った波動を発見しましたと。で、これは磁気構造に波が冷気されて、それが伝播して熱化するというような部分的なものが日の出の観測で明らかになってきてます。で、研究者はこういう波動による加熱っていうのが、比較的静かなコロナを作るのに大事なものではないかと最近考えている人が多いです。で、一方、コロナループの足元で非常にダイナミックな姿を発見しました。で、上空ではマイクロフレアとかナノフレアっていう微小なフレアの数は明らかに少ないと。で、一方で、
足元でたくさんのナノフレアが起きて、それが高速でコロナループの方にエネルギーを注入してるんじゃないかというような考え方をする考える研究者が増えてきてます。で、特にこれは2桁大きな加熱が必要な活動領域と呼ばれる明るい領域のコロナを作るために大事ではないかというふうに考えられています。で、今波動加熱、それからこの微小フレアの加熱っていう2つの説、まだどっちだっていうことは決着はつかないんですけども、日の出の研究で着実に理解でき進んでるというふうに思います。はい、どうも短い時間でどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。この後休憩がありますけれども、休憩前にまた、清水先生に直接関係のある質問もしございましたら一つだけお伺いしようかと思います。まだ聞く？よろしいですか。なんかどっ、ん？どっか、え？どちら？ちょっと手を挙げていただけますか。あ、はい、じゃあ、はい、マイクをちょっと、はい、ちょっと基本的な質問で申し訳ないんですが、我々まあその、地球上で知るその温度認識としては、まあ鉄鋼業界の温度認識ぐらいしかないんですけど、いわゆるコロナの100万度っていうその温度ですよね。まずこれはスペクトルかなんかで測定するわけですよね。はいはい、そうですね。いろんなやり方がありますけども、スペクトルも一つの やり方です。はい、あ、そうです。それで地球が需要しているそのいわゆる地球環境の温度っていうのは、そのコロナの100万度のその、ちょっとよく分からないんですけど、どういう太陽表面の温度からの現象なのか、それともコロナの一部が関係しているのか、そういうことはどういうふうに見たらよろしいんですか。地球とですか。ええ、ですね、その地球の温度、今日30度ぐらいありますよね。で、実は地球の温度を作ってるっていうのは、一つ大事なのは太陽からエネルギーを地球が受けて、それで温度が維持されてるわけです。で、太陽から地球にやってくるほとんどのエネルギーっていうのは、実は太陽表面の6000度のものから出てくる放射がほとんどです。あ、そうですか。でコロナっていうのは実は非常に希薄なんですね。100万度あるんだけども非常に希薄なので、出てくるその光の量っていうのはそんなに大きくないので、大きな地球の温度を決めるのにはあんまり影響してないのかなと。はい、なるほどね。それで地球の内部のですね、太陽の内部のそのいわゆる核の部分が1500万度となってますね。これはどうやって分かるわけですか。どうやって分かる。実はですね、太陽の表面よりも外側を我々衛星とかで観測できるんですけども、太陽の内部って実は観測は非常に難しいですよね。直接見ることができないので。で、実は太陽の中心、なんで1500万度、1600万度とかっていう高温になってるかっていうのを、っていうふうに言ってるかっていうと、これ太陽とか恒星っていうのがどういう物質でできていて、こういうものが収縮して星としてできたらどういう温度構造になってるかというモデル、理論モデルをが作れます。それから計算していくと、表面の温度、
表面の温度から中を計算していくと、中心では1500万度1600万度というような高温の状態になっているということが推定できるわけです。わかりました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではちょうど45分ですので、15分間休憩をして3時から講演続けていきたいと思います。
ご来場の皆様にご案内申し上げます。あと3分ほどで講演会再開とさせていただきます。お席の方についてお待ちください。繰り返し申し上げます。あと3分ほどで講演会を再開させていただきます。どうぞお席の方についてお待ちください。なお途中から講演会この会場入ってこられるお客様もいらっしゃいますので、なるべくお座席の方は詰めて皆様がお座りになられるようにご協力をお願いいたします。はい、それでは、3時になりましたので、講演会の方を再開したいと思います。よろしいでしょうか。はい、では3つ目の講演始めたいと思います。太陽フレアから地球を守れというタイトルで、名古屋大学の草野先生にお話をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日はお休み中にもかかわらず多数の方にですね名古屋大学に来ていただきましてどうもありがとうございます。ただいま紹介に預かりました名古屋大学の宇宙地球環境研究所というところに所属しております、草野と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。今日はですね、日の出衛星の10周年ということで先ほどから日の出衛星がなぜ我々必要としていたのかあるいはそれがどのような成果を上げてきたのかという説明をさせていただいております。私名古屋大学に所属しておりますけどもこの日の出ミッションの中でプロジェクトサイエンティストという役割を担っております。今日はですね私の方から特に太陽フレアこれについてですね太陽フレアとは一体何なのかあるいはこの太陽フレアが我々の生活にどのような関係があるのかそして日の出衛星はそれに対してどのような貢献をしたのかというお話について30分短い時間ではありますけれども簡単に説明させていただきます。はい、まずこれ先ほどから出ている画像ですけども X 線で太陽を見るとですね我々が光で見る像とは全く違うということもご存知だと思います。これ太陽コロナがまさに100万度であるというためにもう100万度のコロナが出す X 線を出すためです。X 線の強度はですね場所によって非常に暗いところと明るいところがありますけども時間的にも大きく変わります。特にですね、太陽がこう回っていきますけど突発的にバーッと明るくなるような現象がしばしば起きます。これまさに爆発現象でありますけども、これが太陽フレアです。太陽フレアが起きるとですね、非常に温度の高い、コロナは初めから100万度といって非常に温度が高いわけですけどもさらに高温のプラズマが出来上がって、明るく輝くというわけですね。でそのエネルギーはですね大小さまざまな小さなピカピカっていうのも全て小型のフレア先ほどの話はナノフレアっていうなんか、ちっこいフレアもあるという話でしたけども、大きなフレア、比較的大きなフレアだとですねエネルギーは
TNT 換算というのは昨日のニュースからしばしば耳にするんですけども、 TNT 換算でですね、まあ、1メガトン級の水爆、メガトンというのは1000キロトンですね。1000キロトンで1メガトンですけども、水爆1個ではありません。水爆1億個のエネルギーが一気に解放されるような現象です。いかに凄まじい爆発かということが想像できるかと思いますけども、まさに太陽系で最大の爆発現象と言って間違いないと思います。で、このエネルギーは先ほどから話が出ていますように太陽の黒点、これに起因しています。黒点の近くで必ず太陽フレアは起きます。で、黒点というのはですね、先ほどの話では磁場という、お話がありましたけども、黒点の周りには黒点そのものあるいは黒点の周りにはですね、それ以外の場所に比べて非常にこう強い磁場が存在するわけですね。これはまあ太陽の像ですけども、先ほど黒点がまあこの辺あるいはこの辺にありました。まあ特殊な観測をしますと磁場の強度と向きが分かります。この白と黒はですね、磁場にはまあ向きがあるわけですけども、白はまあ正、ですね、皆さんの方にここから出てきた磁力線が向いている方向ですね。で、黒は負ですから、その磁力線はですね、この中に太陽の中に入り込むということで、それぞれの領域、この正と負の、まあ、極性をですね、それぞれ持っています。で、この磁場のエネルギーが実は、太陽フレアの元を駆動するエネルギーになっているわけです。で、太陽フレアですから、太陽の表面の磁場を測ると、まあ、こういう非常にこう、インターミッテントというか間欠的な構造を持っているわけですけども、磁場はですね、ここにとどまってなくて磁力線として外に必ずつながってますから、この太陽の周りの磁力線を描くとですね、なんかこんな非常に複雑な状況になっているはずです。白と黒がですね、それぞれの磁力線でこうつながっていて、複雑に絡み合っているっていうのが太陽の黒点の周りの磁場の構造です。で、この磁場が持っているエネルギーが太陽フレアを駆動するわけですけども、まあ1億個の水爆ですから、そこでできたガスはですね、爆風はですね、太陽の表面にとどまらず宇宙空間に飛び出していきます。で、1億5000万キロ離れたもちろん地球まで到達します。地球はおろかですね、太陽系の彼方まで飛んでいくわけです。で、そうすると地球にこれはぶつかります。ただしですね、地球は幸いなことに地球自身の磁場を持っているわけですね。で、コロナは100万度です。フレアが起きるとさらに温度が上がりますけども、100万度になると全ての物質はプラズマっていう状態になります。で、これはですね、それぞれまあ、ガスなわけですけども、一個一個のガスの粒が全てイオンになってしまうと、そういう状態です。そうすると粒々は全部ですね、電気を帯びているわけです。そうすると電気を帯びているガスはですね、この磁場と相互作用して、このプラズマが外側に向かって飛んでいくと、それにくっついて実は磁場も飛んでいくんですね。ですから太陽フレアでできたですね、この爆風は太陽の磁場を引き連れてこちらまでやってきます。で、だけども、まあ、太陽風そのものはですね、実はこの地球が磁場を持っているために、この地球の磁場が守ってくれるわけですね。ですから太陽風は、地球の表面には到達できなくて、地球の磁場、まあ、これ磁気圏と呼んでますけども、磁気圏の周りをですね、こうすり抜けて、遠くまで飛んでいきます。で、ただし地球の磁場もですね、もちろん向きを持っています。現在の地球の磁場はですね、南極から始まって北極に入る方向の磁力線を持っているんですね。で、太陽から爆発が起きて飛んでくる磁力線の向きは場合によって変わります。北向きの時もあれば、東向きの時もあれば、南向きの時もあるんですね。で、たまたま南向きのものが来るとですね、ここで反対向きになるので、磁力線同士がですね、実は、ここでちょっとちょん切れてしまうということが起きます。で、これをですね、後ほどまた話が出てきますけども、磁力線のつなぎ替え、磁気リコネクションと言います。すなわちこれが起きると、なんとですね、地球の磁場の一部は太陽にくっついてるんですね。地球から出てきた磁力線をこう辿っていくとですね、太陽まで行ってしまうと。
いう構造になっていて、太陽と地球が実は結合したようなシステムを作っています。でさらにですね、この太陽風はどん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 吹いていますから、この磁力線は地球の後ろにですね、どんどん吹き流されていって、ここに溜まっていきます。するとですね、ここに、やはり磁力線の向きが反対向きのものができるので、ここでもやっぱり磁力線のこうつなぎ替えっていうのが起きるわけですね。ここで太陽風でガーッと引っ張られた磁力線がつなぎ替えが起きるとですね、突然切れてしまうので、こうガーッと引っ張られたものがパッと離されるような構造を取ります。そうするとですね、ここに溜まっていた磁場のエネルギーが一気に解放されて、地球に向かって降り注いでくるということが起きます。で、いろんな過程がありますけども、磁力線のほとんどはこの北極と南極につながってますので、最終的にそのエネルギーは北極と南極の上空でに降り注いでオーロラを作ります。大きなオーロラはですね、この北極と南極で実はほぼ同時に現れるわけですけども、それは先ほど申し上げたようなメカニズムによるものです。でオーロラっていうのは、先ほど言ったプラズマの一部がですね、地球の大気にこう降り注いでくる、わけですけども、特に電子はですね、非常に高速に加速されて落ちてきます。オーロラが非常にこう綺麗でいいわけですが、基本的にこれがオーロラが光るのはですね、いわゆるブラウン管、ですね。若い人はブラウン管といっても知らないと思うんですけども、ブラウン管のメカニズムも同じですね。ブラウン管って後ろに電子銃があって、電子がですねバッとこっちにやってくる、ね、でそうするとこう蛍光剤を塗ったところに電子がこうぶつかると光るというわけですけども、地球の場合には、電子銃がですねここにあります。で地球の大気がですね、これ蛍光板になっていまして、電子がこう降り注いで光るというわけですね。で、それを見て楽しむというわけですが、楽しむだけではいけないんですね。というのは、実は電子が降り注ぐというのは電流が流れるということです。でこの電子はですね、地球の表面までは到達しません。大気の非常に高いところにですね、電流を作ります。で電流が流れると、電磁石の原理でですね、周りに磁場ができます。でこの磁場はですね、大気をすり抜けて我々の地面までやってくるわけです。そうするとですね、この磁場が変動することによって、地上にあるいろんな電線にですね、余分な電圧がかかって、我々が望まないような電流がですね、流れることがあります。で特に非常に長い電線、例えば大陸を横断するような何千キロもあるようなですね、送電線には、地磁気の微小な変動であっても、急激にそれが変わることによって大量の電流が実は流れるということが起きます。で実は実際にですね、1989年の3月13日に、先ほど申し上げた太陽フレアに起因する、これはいわゆる磁気嵐というものですけども、これが起きまして、変電所がですね、変圧器が焼き切れてしまうという事故が起きました。これ北アメリカ大陸ですけども、特にこのケベック州、カナダのケベック州でそういう事故が起きたわけですね。でアメリカ大陸は特にカナダの水力発電所がたくさんあります。でここからですね、アメリカ合衆国に向かって、電力をどんどん供給するような非常に長い、送電線がありまして、そういうところで実は事故が起きたわけですね。全ての送電網はですね、こうネットワークを作ってますので、ここがこう焼き切れてしまうことによって、実は大陸全体の送電システムにさまざまな障害を与えたということが知られています。でこの時のですね、磁気嵐の強さ、磁気嵐の強さはですね、DST という、インデックスで測られるんですけども、540ナノテスラというふうに記録されています。ナノテスラというのは磁場の強さなんですけども、あんまり気にしなくていいです。ただしこの540という数字をですね、ちょっと覚えておいてください。で、太陽フレアが起きると、今言ったように、爆風が地球までやってくる、磁場もやってくるわけですけども、それ以外にもいろんなものがやってきます。例えばですね、先ほど X 線がここで光ったように、X 線がですね、光のスピードで地球までやってきて、地球の大気を非常に強く電離すると。いうことも起きます。それから、さらにですね、高エネルギーの粒子、光のスピードに近いようなですね、ものすごく速い粒子がここで発生して、それが地球までやってくると。
非常に強い時にはそういう粒子はですね、地上まで到達することがあります。そうするとですね、宇宙放射線、地球の周りの放射線の強度がですね、一気に上がるというような現象も起きるわけです。で、こういう現象は非常に大規模なものは我々の生活にも実際に影響を与えます。先ほど申し上げたように電力網が、故障してですね、この時にはケベック州の大停電が実際に発生しています。それから宇宙放射線もですね、非常に大きなフレアが発生すると、宇宙空間の放射線強度が上がってですね、大体100ミリシーベルトぐらいのですね、被曝する可能性があると言われていて、1年間に我々地上ではですね、1ミリシーベルトの被曝っていうのが上限と定められていますけども、その100倍ぐらいの被曝を宇宙空間ではする可能性があります。飛行機に乗ってても成層圏はやはりこう周りの空気が薄いですから被曝の量がですね増える可能性があって、非常に大きなフレアの場合には4ミリシーベルトぐらい、被曝する可能性が特に極域の高度の場合にはあると言われています。実際に2012年にはですね、太陽活動に起因してアメリカの航空局が極航路の変更を勧告するということも起きています。先ほど言ったように それから大気が電離することによって電波がですね、いろんな乱れを受けて通信が遮断されるといったことも起きますし、人工衛星が誤作動するとかですね、それから大気の高層部分がこう膨張、エネルギーを受けて膨張するので、それを受けて軌道が変わってしまってですね、実際に日本の飛鳥天文衛星、X-線天文観測衛星はですね、太陽フレアの影響で姿勢制御が不能になって大気に落ちてしまうという事故も実際に起きています。はい、で過去にはですね、実はさらに大きなフレアが起きた可能性が起きたことが知られています。で特に、1859年の9月1日、これは日本で言えば幕末ですね、安政の大獄が井伊直弼がいた頃ですけどもに、イギリスの天文学者キャリントンが、これ黒点ですけども、黒点のスケッチをしているとですね、メラメラっとなんか明るく輝くということを発見したわけですね。で、これが実は太陽フレアの、人類初めての太陽フレアの発見です。その前まで太陽でそういう爆発が起きるということを我々、知らなかったわけですが、実はこの1859年9月1日の夜に大変なことが起きます。実はですね、ここに示した世界地図のオレンジ色のマークのところでこの日の夜に、オーロラが見えたという記録が残っています。オーロラは先ほど言ったように通常であれば極域にしか現れないわけですけども、この日に限ってはですね、実はキューバで見えたと、パナマ運河で見えたという記録もあります。実は最近ですね、京都大学の早川先生はいろんな過去の文献を調べておりまして、実はこの日に日本でも和歌山でオーロラが見えたという記録があるということが最近になって発見されました。これはおそらく非常に強い太陽フレア爆発が起きた結果だろうと思ってますけども、推定値はですね、磁気嵐の推定値は先ほどケベック州の停電の時は500ナノテスラぐらいでしたが、1600ナノテスラというのが我々の推定値です。我々が20世紀に経験したものの最大のですね、約3倍ぐらいの磁気嵐が実際に起きたというふうに思っています。150年間この後ですね、これほど大きな現象は起きてないんですけども、実は太陽ではですね、同様の現象が起きたということが最近の衛星観測によって分かっています。実は2012年7月23日にですね、これはNASA のステレオ衛星という衛星が観測したものですけども、太陽からですね、巨大な爆発が噴出するということが記録されています。しかし幸いなことにこの時はですね、太陽の裏側で起きたので、地球にはやってこなかったんですね。我々にとってはですね、半分残念なんですけども、もし地球側で起きていれば日の出は観測できたはずなわけですね。
ただしですね、もし地球側に起きたときに何が起きたかということをコンピューターでシミュレーションすることができて、まあ、こういう巨大なですね、爆風が太陽からこちら側、まあ、地球がここにあるわけですけども、反対側にまあ飛んでいったわけですが、太陽はこう自転してますので、2週間前にもし起きたらこの爆風は地球を直撃しました。でそうした時にはですね、おそらく、1182ナノテスラの巨大磁気嵐が起きただろうということが計算機によって推定されています。ですから、極めて大きな磁気嵐、あるいは、我々、まあ、太陽嵐と呼んでますけども、それはですね、実際に、まあ、起きうる現象であると、いうことが、まあ、こういうことから示されるわけです。あと名古屋大学ではですね、実は、木の年輪に、記録されている、まあ、炭素のアイソトープを使って、過去の宇宙船の強度を再現するという、まあ、そういう研究をしておりまして、さらに昔ですね、これ奈良時代と平安時代ですけども、西暦774年と993年に、非常に、まあ、強い宇宙船の強度のですね、増大があったと。突発的な増大があったということを見つけています。これ、まあ、解析に使った薬杉なんですけども、我々の研究所のホールに置いてますので、もし興味がある方はですね、いらしてくれればこれ実際に見ることができます。で、この原因はまだよく分かりませんけども、もし太陽フレアであるならば、まあ、その可能性は高いと思ってますけども、先ほど言ったキャリントンフレアの約10倍の爆発が起きなければ説明できないということで、1000年に1度あるいは2度はですね、そういう、まあ、僕らが知らない大爆発が起きる可能性があります。で、先ほどから、まあ、地盤が原因だと言ってるんですけども、ちょっと皆さんに問題を出したいと思います。黒点の地盤に蓄積されるエネルギーはですね、水爆1億個に匹敵します。先ほど申し上げました。そうするとですね、黒点の地盤の強さは一体約何ガウスでしょうかと。ガウスっていうのはですね、地盤の強度の単位です。何ガウスっても分かんないと思うので、ちょっとヒントを出します。例えばですね、地磁気の強さはこの辺ですね、この辺にある地盤ですけども 0.5 ガウスぐらい、普通の磁石、こういう皆さんの冷蔵庫についている磁石ですね、これでですね、まあ、1000ガウスぐらい、まあ、名古屋に将来来ますけども、リニアモーターカーの超電導磁石は1万ガウスぐらい、人間が作れる最強のですね、パルス磁場は1000万ガウスぐらいです。で、4択にしました。この1から4枚ですね、皆さん1回だけちょっと手を挙げていただきたい。ダメですよ、4回挙げちゃダメですよですね、必ず1回挙げてください。はい。まあ、同じ太陽系にいるんだから地球と同じぐらいで、まあ、1ガウスぐらいだろうと思う方、ちょっと言いますね、はい。いや、まあ、さすがに太陽ですからでかいですからね、まあ、1000ガウスぐらいあるんじゃないかと思われる方、ちょっと増えましたね、ありがとうございます。いやいや、そんなもんじゃないです。まあ、1000万ガウスぐらいは人間が作れる最大ぐらいは持ってるだろうと。1000万ガウスと、はい、はい、ありがとうございます。いや、そんなもんじゃないですよと、水爆1億個ですからね、10億ガウスぐらいだと。あ、一番多いですね。はい、ありがとうございます。答えはですね、1000ガウスです、実はですね、これとほとんど変わらないです。皆さんの、お家にある磁石とあんまり変わらないですね。これはですね、磁場のエネルギーってのは、まあ、磁場の強度の2乗に比例するんですけども、さらにその体積が大きいとそれだけエネルギーは大きくなるんですね。で、黒点はまあ地球よりもでかいようなサイズですから、この体積で実は黒点はエネルギーを稼いでいます。逆に言うとですね、この磁石を、地球の表面にびっしり並べると、水力1億個分のですね、巨大な兵器になってしまう、そういう現象です。さて、こういうことが起きるとですね、まあ、いろんな社会的な被害を我々被る可能性があるわけですから、これを予測できるかという研究を我々実はやっています。で、これは日の出が観測した黒点です。これは光球面、その上の彩層から出てくる光を見ています。2006年12月、数日間の記録ですけども、黒点がこうぐるぐる回転しているのが分かります。
でしばらくですねこの黒点が回転をしていくと、ある日突然ですねフレアがバンと起きるというわけですね。フレアは突発現象です。何日間も黒点がですね静かにいた黒点が突然バンと爆発するんですね。で例えばこの場合には、黒点がですねこう何日間にもわたって回転していくというようなことが起きるということを日野ではもう非常に明確に示しました。でフレアが起きると先ほどパッと明るくなりましたけども、その明るくなり方には特徴があります。一つはこの黒点のですね周りであの横の方ですけどもリボンと呼んでますね、この2つの線状に明るくなるような構造を、作ります。まあ、リボンっていうとなんかこう女の子のリボンで可愛らしいんですけども、なんといっても水爆1億個エネルギーを持つリボンです。でさらに X 線で見るとですねこれ太陽の表面を見るとまあこういう、まあ構造を持ってるんですけども、X 線で見るとさらにその上空のコロナの構造が分かるわけですが、我々ポストフレアループあるいは、まあ、あのフレアカスケードと呼んでますけども、上にこう尖ったようなですねアーケード型の構造を、取るということも分かっています。で、そのことから、まあ、理論的にですねフレアがなぜ起きるかということを、まあ、我々考えるわけですけども、おそらくこの磁場のエネルギーがですねこういう形で解放されているんだろうと思っています。それは、先ほど言った正の磁極を持つ、まあ、黒点とですね負の磁極を持つ黒点の間に磁力線がこうつながっています。で例えば磁力この黒点がですねこう回転していくとどんどんこの磁力線がですねねじ曲げられていくわけですね。そのこのねじれの中にエネルギーを貯めると。でところがですねこのねじられた磁力線がある日突然先ほど言ったリコネクションと、つなぎ替えっていうのが起きると、どっかでこう離れるわけですね。パンと。でそうすると、ここで切れてしまうので、一部は宇宙空間に向かって放出されて、地球に向かって飛んでくるコロナ質量放出になります。もう一つですね切り離された片方は実は太陽につながってますのでこれはあのアーケード型のループを作ります。さらにエネルギーは太陽の表面に落ちてきますから、これオーロラの時と非常に似てますけども、太陽の表面が明るく輝くと。でこれが2つの線の、まあ、リボンと呼ばれるものであろうというふうに我々は思っているわけです。でところが、実際にですね、これが一体なぜここで起きるのか、あるいはいつ起きるのか、どれほどの現象がですね、どこで起きるのかということは、今までよくわからなかったです。で、特にですねこのフレア発生のトリガーとなるものは一体何なのかというものは、まあ、一つの大きな問題として、まあ、残されていたわけです。で、日野ではですねこれに、挑戦今でも挑戦し続けています。でこれ先ほど、示しました黒点ですね、フレアを起こした黒点の、まあ、磁場ですけども、やはり白が、正ですね、黒が負ですけども、単に正と負の黒点があるだけではなくて非常になんか複雑な構造をですね取ってるっていうのが分かります。日の出のですね精密な観測性能をもってするとですねこの黒点の間に白と黒がですね入り混じったなんか複雑な構造があって、それがまあどんどん変化しているということがまあ分かるわけですね。で最終的にここに赤く書きましたけども、これはリボンなんですけども、まあ、フレアになるわけです。でそうするとこの複雑な磁場の構造の中の一体何がフレアの爆発のトリガーになっているかということを我々研究すべきです。でところがこの画像を見ただけではですね、実はあまりにも日の出の観測性能が良くて複雑すぎるのでわからないんですね、これだけでは。でそこでですね我々がやったのは、助っ人を呼んだんです。で助っ人は、何かというとスーパーコンピューターです。でスーパーコンピューターはですね、この磁場のいろんな構造が安定なのか不安定なのかということを調べることができます。でそこで、日の出の観測によればですね、この正の、黒点と負の黒点をつなぐ磁力線がまずねじれることが重要であるということで、このねじれの角度、いろんなねじれの角度を考えます。でさらにこの、
正と負の間、ここ磁気中性線と、まあ、呼んでいるところですけども、ここにですね、複雑な磁場があるということが分かったので、ここに複雑な磁場を入れます。で、いろんなタイプ、例えばこの小さな磁場の向きをですね、いろいろ変えたものですね、ここにいろいろタイプを書いてますけども、を入れてみて、組み合わせをたくさん作るんですね。で、それを一つ一つ計算して、どの場合に不安定になるか、ならないかということを試したわけです。これ計算に数年かかったわけですけども、結果はこうなりました。この図は、この縦軸が大きな磁場のねじれですね、この横軸が小さな磁場の方向を表しています、まあ、いろんな方向あるわけですが0度から360度まで、でそれぞれの点はですね、この組み合わせでできる磁場の構造を表していて、これ一個一個についてスーパーコンピューターでガーッと計算して不安定になるか不安定にならないかということを160通りについて全部やりました。でそうすると実は、フレアが起きる場合、この色がついたところは起きる場合ですね、色がついてないところは起きないということが分かったわけです。ねじれが強くてもですね、実は小さな磁場の向きがちゃんと合わないとフレアにならないということが分かりました。で特にこういうところですね、こういうところで大フレアが発生するということが分かったわけです。でこういうところはですね、ここにまあ半極性とか書いてますけれども、大きな磁場の向きに対して反対向きの小さな磁場があるような場合に爆発が起きると、起きやすいということがまあ分かってきたわけです。で実際にこうシミュレーションをやってみると、そういう状況を作るとですね、実は太陽の表面の磁力線が一気に不安定になって、宇宙空間に向かって飛び出していきます。で実際そういう現象がまあフレアの時に起きることが、まあ、いろんな観測衛星によって知られていて、こういう、まあ、観測とコンピュータシミュレーションを比較することによって、まあ、フレアの、まあ、発生機構を調べるという研究をやりました。で、よく調べてやると、まあ、日の出を調べるとですね、この磁場の構造、この白と黒の間に、逆向きの黒と白っていうちっちゃいやつがいるっていうことが、これのフレアが起きたときにですね、ここにあるっていうことが分かったわけですが、これはまさに先ほど言ったですね、まあ、半極性型のちっちゃな構造、先ほどの図で言うと、まあ、この辺に値するわけですけれども、この構造に非常によく似ているということが分かりました。で他にもですね、先ほど、これは2011年の2月に起きたフレアを日の出で観測したものですけれども、この赤い部分がですね、フレアです。でこの白と黒が磁場、正と負の向きですけれども、この磁気中性線がですね、ここでなんか特徴的に半島型を取っているということが分かります。まさにそういうところでフレアが起きるわけですが、コンピューターシミュレーションで試したこの逆視野型っていう構造と実は非常によく似ています。でこの逆視野型っていうのは先ほどのグラフでここに当たって、やはり大フレアを起こしうると、我々が理論的に予測したものと一致するということで、まあ、日の出のこの精密な磁場観測によってですね、フレアが発生する、まあ、条件をの一部ですけども我々解明することができたというふうに考えています。でこういう研究をですね、実はこの日の出に、から始めた我々の研究は今大きく発展しています。リーフレットをですね、あの入り口に置いてますけども、太陽地球圏環境予測プロジェクト、まあ、P-STEP と呼んでますけども、このプロジェクトをですね、実は全国規模で今展開しておりまして、全国20の研究機関、100名の研究者ですね、まさに太陽で爆発が起きて、それがどう地球に影響するか、あるいはそれをどう予測するかという研究を始めているわけです。で、例えばこの場合には、まあ、太陽で爆発すると、磁場を引き連れて、あのプラズマが地球まで到達してくるわけですけども、まあ、そういうシミュレーションでまさに予測を行おうと、まあ、予測を行うことによって、まあ、事前にその、まあ、条件を知って、まあ、被害を軽減するということに役立てようとしているわけですけども、まあ、こういう爆発現象の予測シミュレーションをやる場合には一番重要なのは初期条件です。最初の条件をどう決めるかということが非常に重要なわけですが、まさにそれをですね、まあ、日の出の精密な磁場観測が与えることができるというふうに思っています。はい、ということで、簡単にまとめさせていただきますが、まず太陽フレアは巨大爆発です。極めて大きな爆発で、実は天文学的に非常に面白い現象ですけども、
太陽は地球のそばにありますので、現代社会に対するある種の脅威でもあると我々考えています。そこでですね、まあ、日の出 の、まあ、あの精密な観測を使ってこのフレアの発生、いつ発生するかということを予測するための研究を行っておりまして、実際にこの微小な磁場の構造がフレアの発生に効くということを我々発見したわけですね。ということで、まあ、日の出 の、まあ、あの10年間の、まあ、いろんな成果の一つとして、こういうあのフレアの予測研究ということを、まあ、将来的に発展させる一つの契機になったというふうに考えています。最後に宣伝ですけれども、実は私が所属しています宇宙地球環境研究所、これこのキャンパスの奥の方にあります。非常に新しい建物がこう建っているわけですけれども、昨年の10月に新たに設立された研究所です。リーフレットが入り口に置いてますので、もし興味のある方は持っていただければ幸いですが、まさにこれはですね、太陽と地球と宇宙を一体として調べるという研究をやっておりまして、その中では日の出のですね、精密観測というのは非常に大きな役割を果たしております。ぜひ今後ともですね、ご支援をいただければ幸いです。本日はご清聴どうもありがとうございました。はい、須野先生どうもありがとうございました。先に3番目の草野先生の講演のお話を聞こうとも思ったんです、質問を受け付けようかとも思ったんですけれども、ちょうど時間がぴったしに終わりましたんで、草野先生のお話に限らず原先生、清水先生のお話も含めて、これまでの日の出の研究がどんなことを調べようとしてどこまで分かったかということについて、ご質問がある方、挙手をお願いしたいと思います。その前に、お手元に A3 2つ折りの、レジュメがあります。今までのお話の概要をまとめてありますので、早くスライドをたくさん見せたので、なかなかご理解ついていただけてない部分もあるかと思います。磁場ですとか磁気エネルギーですとか磁気リコネクションとか難しいことがいっぱいあるので、なかなか、すぐにスラッと理解していただくのが難しいかと思いますので、このレジュメもご参考にされていただいて、やっぱりここが分かんないなところがあったらぜひご質問をください。はい、どうぞ。マイク、あ、大丈夫です。フレアが来たとき衛星はどのように対処するんですか？ああ、はい、草野さん答えられる？答える？素晴らしい質問です。いろんな対処の仕方はあると思ってます。一つはですね、一つはですね、いろんな誤作動を起こすので、その時にはですね、オペレーションをある程度停止するということが一つあります。それから先ほど言いましたけども、大気、特に非常に低い軌道を飛んでいる衛星の場合には、大気との摩擦がですね、変わってしまって軌道が変わるということもありますので、パネルの向きとかですね、そういうものを、うまく調整して、そういう影響が少なくなるというようなことを、事前に取っておくということもできるかと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、どうぞ。太陽フレアが、予測できるようになったら地球では何日前ぐらいに分かるんですか？はい、それも非常に重要な質問だと思います。ですね、実は現在でもいわゆる宇宙天気予報というものはされてます。で、日本ではですね、 NICT という機関がその代表となって行っています。アメリカでは NOAA っていう太陽海洋局ですかね、がそういう予測を行っています。で、現在の予測はですね、だいたい1日前にある種の確率の予測を行っているんですね。
で、ただし、まあ、それほど、精度は高くなくて、現在だと、まあ、フレアが大型フレアが起きるといったものの中の大体 50% ぐらいが本当に起きるという程度です。それで、日の出の場合には実は非常に小さな磁場がトリガーとなるということが分かりましたので、本当にですね、起きるか起きないかをかなり高い精度で予測するというのは、長い時間では非常に難しいと思っています。つまり非常に小さな磁場はですね、短い時間で変動するわけですね。なので数時間以内であれば将来的にはかなり高い精度でフレアが起きるかどうかという予測はできるであろうというのが我々の考え方 で、ただしエネルギーがこう溜まる時間はですね、先ほど言った数時間でこう回転しながら溜まっていきますから、それを見るともしフレアが起きた時にどのぐらいの大きなフレアが起きるかという予測に関しては、1日とかですね、2日とか3日とか、日のスケールですけども、そのぐらいである程度のことが分かるのではないかというふうに考えてます。ありがとうございます。1日前の予報で今は 50% っていうのは当たるも八卦当たるも八卦でようわからんということと同じですか？ですね、そうとも言えなくて、先ほど話がありましたけども、フレアも小さなフレアと大きなフレア、たくさんいろんなフレアがあるわけですね。でこれ地震と非常に似てるんですけども、小さな爆発は非常に頻繁に起きます。だけども大きな爆発はですね、あんまり起きないんですね。で例えば1年間のうちにですね、例えば、4回とか5回とかぐらいしか起きない現象を 50% の精度で予測するというのは、実はこれはかなり、難しいことで、現状はそのぐらいの精度は持っているということです。起こるか起こらないかが 50% でない現象を 50% で予測していると、そういうことですね。はい、どうもありがとうございます。はい、その他ご質問ございます。はい、じゃあどうぞ。レジュメの太陽の障害のところでのことをお伺いしますが、太陽の11年周期ということが書いてありますが、これは太陽内部でのことで起こるのか、また惑星などを含めた太陽系のことで起こるのか、またもっと大きい規模でそれがあるのか、原因が、それをお教えください。じゃあ原先生。11年周期が太陽の中の理由で起こるのか。そうですね。はい。ですね、11年周期磁場が表面に出てくると最初の方で言ったと思うんですけれども、磁場の元ですね。で表面に出てくるまでのもの、それは中で作られていると思っています。ですので、それから11年かかって極の極がひっくり返っちゃうと、 N 極が S 極になって反対側の S 極が N 極になる、これが11年ぐらいで行われているわけですけども、そのくらいのものが太陽の中で起きていて、それが表面に出てくると、これが連続的に起きているわけです。で 今の状態はその N 極と S 極がこうなってて、で表面に N 極と S 極の黒点が見える場合があるわけですけれども、それ以外にですね、その表面の下に実はその元となっているものがずっとそこにいて、ある理由で表面に出てくる、それが黒点として見えるということです。はい、それがなぜ11年か、それが11年かって、その太陽の中の、太陽の、大きさとか、それから中にどのくらいのスピードで回っているかということと関係していると思っているわけですけれども、それがその11年というのを決めているというふうに思っています。だけど構成でそういうことはあります。構成はもう点でしか見えません。だけれども太陽と同じように、この磁場に応答して光の量が変わるものがあります。で太陽、先ほどの彩層っていう、これは Hα って実は書いてたんですけど、そのある光で見ますと、そうすると磁場が強くなる と、その明るさが明るくなるという、そういう関係のある光があります。でそれで大きな望遠鏡でとにかく星をずっと観測し続ける。そうするとですね、星の周期っていろいろありまして、太陽と同じように11年ぐらいでこう振動する星もあったりとか、
それから、もっと短い周期で変動するもの、長いもの、それからそういうものが全くない、ほとんど明るさの変化しないものもあります。で、明るさの変化しないものっていうのは、太陽の、約300年ぐらいですか、その黒点が全くなかった時期があったと思うんですけども、そういうふうにあの磁場がですね、表面に強く出てこれないような、そういう状態にあるんじゃないかというふうに思っています。ということで、太陽で起きていることっていうのは周期は違うんですけれども、いろいろな星で起きているというのが観測結果です。そうです、あの恒星の大きさによって、表面の磁場の強さが変わってきます。太陽は25日ぐらいで回ってますけれども、ある星はもう非常に早く数日で一周してしまうようなものもありますし、ゆっくり回転しているものもあると。そうしますと表面に出てくる磁場の強さが変わってきたりしますので、見えるその、磁場に応答して明るくなったり暗くなったりっていうするものの周期がそれで変わってくるというふうに考えています。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ今太陽フレアの件でなんですが、先ほど一番最初に地球の時期が100年周期で反転するということを言われたんですが、反転するということはその間時期がなくなるということはあるんですかね。はい、まず地球の磁場はですね、周期性は持ってません。数万年かかって反転することもあれば、数十万年で発展するかもしれない。地球の磁場は反転していることは分かっていますけれども、どのぐらいの時間スケールで反転するかというのは非常にランダムです。で、かなり非常に長いです。100年では反転しないですね。でただ今とは逆向きの磁場を持っていた時代があるということはこれ確実です。ですからその時には、今は、実は地球の磁場は北向きですから南向きが来ると危ないんですけども、逆の向きの時はですね、北向きが来ると危ないということで、地球の磁場によってですね、どっち向きが被害を及ぼすかというのが変わります。ただし、僕らがおそらく生きれる、かなりこれから長生きされると思うんですけども、100年間ぐらいではですね、地球の磁場は変わらないと思いますので、今の宇宙天気予報だと南向きの磁場がどのぐらい来るかということに注目して我々予測を立てようとしています。ですね、日の出では太陽の表面の磁場の向きは分かります。これ非常に精密に分かります。でそれが飛んできたときに太陽から地球まで飛んでくる過程で変わる可能性があるんですね。でその変わるときにもやはり、太陽でどっち向きの磁場がどのぐらい絡まってたかと、基本的に太陽の表面で絡まった磁場がほどけながら地球にやってくるので、どのぐらい絡まってたかを精密に知ることによってその予測ができるだろうということを考えておりまして、日の出の観測データをスーパーコンピューターに入れて精密に予測するという研究を今行っております。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ後ろの方、後ろ、すみません、さっきの黒点の周期のことですけど、 2,3 年前かなんか太陽が変だっていう話があったんですけど、後日談っていうのはないんですかね。はい、後日談、正常に戻ったとか戻らないとかですね、太陽 の、周期が変わるときに、太陽の磁場の向きが変わると、今日花先生がお話した通りです。でそのときには北極と南極のですね、磁極が反転するわけですけども、それがですね、実は同時には必ずしも反転しないんですね。例えば北極だけが先に反転したり、南極が先に反転したりする場合があります。でそういう非対称性があるということは実は前から知られていたことなんですけども、日の出はですね、その極域磁場をこれまではできなかったぐらい精密に測ることができるので、片方の極だけ実は先行して
反転していくということについて精密な観測で明らかにしたというのが数年前の発表だったと思います。で、今周期はですね、なかなか手強い、振る舞いを対応はしておりまして、実は反転したものが片っぽで反転したものがまた元に戻るとかいう現象が起きていて、今太陽式サイクル24 の、まあ、あの後半部分に今いるわけですけども、次サイクル25 に、2020年代に入っていくと思ってます。でその反転の過程がですね、じゃあ今度はどのぐらい複雑になるか、非対称性がどのぐらい強く出てくるかということは、まさに日の出がその極域磁場を精密に測ることで明らかになると思ってますので、まあ、ぜひ日の出の観測をですね、今後とも継続したいというふうに考えています。もうちょっとだけ補足しますと、北極の方が先に反転をして、南極が全く反転してないような状況になったのがもう今から多分4年ぐらい前の話です。でその後順調に南極の方も反転をしてきて、今多分今ぐらいのところで南極も反転をしようとしているところです。そういう意味では普通の反転に近づいてきたかなと思ってたんですけども、2年前に反転した北極の方がなんかその後反転の様子が進まないような状況になっていて、まさになんか先に言ってたのを南極が反転するまで待ってるような状況で、あるいは少し南極に引っ張られて元に戻ったりなんかしてるような状況が続いていて、この後、この後順調に両極とも反転して次のサイクルに向かうかどうかっていうのがまだこれから日の出の観測をやって確かめないといけない、そういう状況になっています。でそういうことが詳しく分かったのは今回のサイクルが初めてなんで、次のサイクルまで日の出が生きていて日の出が観測されると前回の反転の時とその次の反転の時とで同じなのかあるいは違うのかっていうのことが分かって、こういう反転の仕方がおかしいのかあるいはよくあることなのかっていうのが分かるようになるんじゃないかというふうに思います。ということで、49分50分になっちゃったんで申し訳ないんですけれども、こう質問については打ち切らせていただきます。もし何かあればまた後で、先生方捕まえて聞いていただいても結構だと思います。はい、それでは次の講演に進みたいと思います。今日はちょっと盛りだくさんで、日の出の10年の成果なんですけれども、10年経ちましたし、まあ、日の出これからもぜひ観測を続けていくんですけれども、日の出の次の日の出の先のこれからの太陽研究をどうやっていこうか、私たちが思っていることをご紹介したいと思います。日の出の先へタイトルで、京都大学の一物先生、国立天文台にも併任をされてますけれども、一物先生のお話を聞きたいと思います。じゃあお願いします。はい、京都大学と国立天文台両方に雇われております一物です。どうぞよろしくお願いいたします。私もですね、日の出打ち上げ前にずっと日の出の望遠鏡の開発に、10年余り携わっておりました。まあ、その頃はソーラービーと呼んでたんですね。日の出っていう名前は、打ち上げた後にこういう名前がついたわけですが、まあ、ずっとソーラービーと呼んでいまして、まあ、その望遠鏡を作ってる頃はですね、こういう、ところで、まあ、いろんな方にそのソーラービーの望遠鏡はもう究極の望遠鏡であると、でこれが上がれば、まあ、太陽のこと全部わかりますよ、そんな説明をしてたんですね。で今日の私はの話は、まあ、そうじゃなかったと、まだいっぱい分からんことが出てきたということで、まあ、10年経ちましたから、まあ、そろそろ時効かなと思います。はい、で、ちょっと、まあ、これまで の3つの話を、私なりにこう2つの文章にまとめてみました。その日の出から分かったことですね、まあ、大事なことはどういうことだったかと。で1つはですね、小さなスケールの磁気プラズマ過程、まあ、いろんなことが起こっているんですが、まあ、それが連鎖にして大きなスケールの構造が作られているということ。
で今日はあの耳新しい言葉がいろいろ出てきたと思うんですが、流状斑、これあの表面の泡ですね、それとか磁気要素、まあ、磁束感とかいうあのちっちゃなあの N 極と S 極の粒々、それとかつなぎ替え、リコネクションっていう、ね、あとスピキュールというのはこの表面にこう生えている針のようなやつですね。でその上にコロナがあって太陽風が吹くと、あるいはあのプロミネンスでこんな雲ですね、それが爆発してフレア爆発を起こすと、まあ、とにかく、いろんな大きさのものが小さなものから、が集まって大きなものを作っているということが一つ、それから、もう一つはですね、先ほどからあの名前出てきてますけれども、まあ、光球表面の6000度という光球があります。でその上に100万度のコロナというものがあると、まあ、これはまあ、あの不思議なんですが、まあ、その間にあるですね、この彩層と、まあ、この写真で写っているこの赤い層みたいなところですね、表面の皮みたいなところ、まあ、これが非常に激しく変動しているということも今まで、まあ、あのご紹介したところです。まあ、そこがですね、まあ、その実は太陽活動の謎を解く、まあ、重要な鍵を握っているのではないかと、まあ、そういうことが、まあ、ざっくりあの日の出から分かったこととして挙げられ、大事なこととして挙げられます。で、日の出が問いかける、まあ、新たな謎ということなんですが、まずその、そもそもこういう小さな構造がいっぱい生えてるんですけれども、その太陽面近くにうごめくこの無数の微小な構造はどのようにして、まあ、作られているのだろうかと、まあ、よくわからないんですね。それから、まあ、それがどのように上空とつながり100万度のコロナや太陽風を生み出しているのだろうかと、まあ、今日あの清水さんの話でコロナの加熱の気候、まあ、かなり分かってきたということは、あの確かにあの日の出があの新しいあの知識をもたらしてくれたということは言えるんですけれども、最後の一手がまだわからないと。それからですね、コロナの磁場は、まあ、どうして、突然爆発してしまうのだろうかとですね、まあ、草野先生が一つ有力な説を、提唱されています。みんながそれを信じているわけでもないそれからそもそもなぜ太陽の磁場は作られているのだろうかと、まあ、こういうこともまだよく分かっていない。で、どうしてか、なぜ分からなかったで、まあ、日の出にはそのやっぱり果たせなかったことというのがあるわけです。一つはその多くの構造が、まあ、改造できていないということなんですね。これはまあ、コンピューターの、計算によるとですね、実は日の出あの表面にたくさんあの N 極と S 極の磁場を見つけました。でもそのもっと小さいところにいっぱい磁場が隠れているんだという考えがあります。実は 80% 以上まだ見えてないということなんですね。まあ、これあの例えばあのこれ磁気要素って先ほどの N 極の、これ磁場があるんですが、これですね、よく見るとこれ四角い形してるんですね。これ本当に四角いかっていうとそんなことなくて、これは検出器の画素がですね四角い、つまり本当の磁気要素はこの中にまだ埋もれているっていう、まあ、そういうことを意味しています。それからですね、コロナと光球観測の解像度が、10倍違うんですね。これコロナの画像と光球の画像、光球にはあのちっちゃな構造がいっぱい見えるんですが、まあ、コロナはやっぱり望遠鏡の解像度がまだ悪くてですね、これどこにこうつながっているのかっていうのはやっぱりよくわからないと。それから、彩層の運動や磁場を測る、まあ、そういう機能が、まあ、日の出には最初からまあなかったんですね。光球とコロナをよく観測するという望遠鏡だったわけです。それからあのスペクトル観測に非常に時間がかかるとですね、早い変化に追いつけないと、まあ、そういった、弱点があります。で、まあ、我々その世界の太陽研究者はですね、新たな挑戦として、まあ、大きく3つのことを次やりたいというふうに考えています。一つはとにかくもっと解像度を上げたいとですね。それから、光球とコロナをつなぐ磁力線をこれをちゃんと測る、これは大事なことだと。それから十分な、時間分解ので早い変化を捉えると、まあ、これが次の世代の太陽観測に重要なことだというふうに考えています。で、もっと高い解像度と、まあ、これどういうことかといいますと、これまあなんか 池の向こうにですね、これ何かあると、これ何でしょうかねと、磁気要素かなと、そんなはずはないですね。解像度を4倍上げてみます。何か見えてきます。何でしょう。解像度をさらに3倍上げると、カエルがいたんですね。解像度を4倍から10倍程度上げるということによって、今まで全くわからないものがこう見えてくる。
それから、コロナと恒久の磁場磁力線を測ると、まあ、こういうくじがあるとします。これ当たりですね。ここがこれもし100万円当たるとしたら皆さんこれどうつながってるのか知りたいですよね。我々もそうなんですね。でこれをやろうと、ここをちゃんと、つなげて、見ようというのが、まあ、これ実は恒久それからコロナですね。恒久で起こったこと、コロナで何かが起こったと、磁力線がどうつながっているかということを、まあ、はっきりさせるというのがもう一つ。それから、これ十分な時間分解なので早い変化を捉えるというのはですね、まあ、ちょっと想像していただきたいんですけども、サッカーのゲームのですね中継をやってますと、その画面の更新が10秒おきにこう新しい画面に切り替わると、まあ、そういうテレビでサッカー見てた時にですねどう思うかと、なんかゴールに誰か近づいてたと思って次の画面ではもうみんな万歳してるわけですね。その間に何が起こったのかわからないと、肝心なところが見えない。これを、もっと早く、まあ、その大事なところをちゃんと見ると、まあ、これは非常に大事なことであるというふうに思っています。はい。まあ、その方向でですね一つ大きなプロジェクトが今走ってまして、地上に巨大望遠鏡を作るということで、これは DKIST といってですね、これはアメリカが進めている計画です。で、口径4メートルという、まあ、これここに主橋がもうそろそろ出来上がってきましてですね、こうやってこうみんな喜んでいるところなんですけれども、まあ、この4メートルのレンズで太陽の光を集めるんだから、すごいエネルギーを集めることになるんですが、まあ、そういう難しい望遠鏡なんですけども、とにかくこの大きさでやるとですね、0.06 秒っていうこの分解のはですね、名古屋から、まあ、東京の6センチぐらいを改造して太陽の表面を見ると、まあ、そういう望遠鏡を、今建設中で、ハワイに建設中でありまして、2020年ごろ完成予定です。まあ、この望遠鏡によってですね、この日の出が見たこの中にある、何かをこう新しい扉を開こうというのが一つ大きな、計画です。ところがですね、一つ、まあ、地上観測の限界っていうのがありまして、これ左と右はですね、これ左はですね、口径60センチの地上からの望遠鏡で撮った、黒点の画像です。でこちらはですね、日の出の、これは50センチですね、黒点の像です。これ見比べてですね、グラ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 こう揺れてるんですね。でこれ何かっていうと、地球の空気がこう揺らいでですね、こういう像をこうぼかしてしまってるんですね。これは地上観測ではどうしてもつきものでなかなか難しい。一方日の出の画像はピタッとこう止まってますね。これは空気がないからもうこんなに、はっきりと見えるんです。で、宇宙に出ますと、まあ、これがさらに時間的にもずっと安定しているので、まあ、先ほど来お見せしているようなこういう黒点の詳しい、ガスの変化流れが、分かるというわけです。で、まあ、私たちはですね、やっぱり宇宙に行こうとですね、いうふうに考えております。で宇宙の利点は何かっていうと、まあ、今言いましたようにこの空気の揺らぎがない、シャープな画像を撮れることができます。それから、まあ、それのためにですね、非常に精度の良い観測ができます。1万分の1明るさが変化したやつをこうちゃんと検出すると、まあ、これは宇宙に行かないとなかなか難しい。それから、まあ、今までも話ありましたけれども、紫外線や X 線でコロナが見えるというわけですね。まあ、皆既日食は年に1回程度、ね、それから何といっても、雲がない、夜もない、1日24時間ずっと観測できます。まあ、これほどいい条件の場所は、まあ、地上には絶対にないわけなんですね。ただし、一つだけ問題があります。宇宙に望遠鏡を上げるのはすごくお金かかるんですね。地上で50センチの望遠鏡、これはまあなちょっと頑張れば学校でもできます。宇宙に50センチの望遠鏡を上げるのは100倍ぐらいお金かかるんですね。この問題どうやって解決するかと、まあ、他の国とお金出し合って、まあ、世界に1個の人工衛星を作ろうと、まあ、そういうのが我々の今、考えていることなんです。でそれがですね、ソーラー C 計画、日の出はソーラー B でした。今度ソーラー C なんですね。こういう、これ見た目日の出とそっくりなんですけれども、実は大きいんですね。すごく日の出の倍ぐらい大きさがあります。まあ、マイクロバスぐらいの大きさの非常に巨大な望遠鏡で、これは口径1メートルの、
光学望遠鏡とそれからコロナを観測する、これですね、高解像度コロナ撮像装置、それから、紫外線で、スペクトルを取るそういう、分光望遠鏡というものを備えたそういう、衛星です。で、日の出から何が変わるんだろうというわけですが、ここにこれありますのは光球からコロナまでこう磁力線がつながっている様子なんですが、まあ、実はですね、日の出はその磁力線を測るという点ではですね、ここは見えてなかったと、ギャップがあったんですね。で、まあ、ソーラーシーはですね、そこを計測する機能を持ちます。ですから日の出表面の2次元平面を測っていたのを、まあ、3次元の測定ですね、こういう立体的に測定するということをやる。それから空間分解能、これ約10倍、コロナ観測で10倍、それから光球の観測で3倍、 2.5 倍ぐらい良くなります。それから高感度ですね、光をたくさん集める能力がありますから感度が高い、そのことはすぐにですね、時間分解能を早く取れるということ、それから精度も上がると、それが約10倍向上するというものです。あと、まあ、いろんな光を、取りまして、まあ、大気の、全階層アクセスですね、この表面からコロナまで、これ隙間なく観測できる、まあ、そういう装置を考えているわけです。で、まあ、どんなことが分かるかということなんですが、まあ、高解像度の威力、まあ、先ほどお見せしたように、まあ、日の出が見た奥に何があるのかと、これはっきりさせたいということですね。それから2次元から3次元へと、まあ、くじ引きではないですが、まあ、原因と結果のつながりを暴く。あと時間分解能の向上で大事な瞬間を捉えると、まあ、こういう計画をしておりまして、まあ、どんなものかというのをちょっと、まあ、目で見ていただくとですね、これ左と真ん中と右にあるのは解像度の違う望遠鏡で見た太陽の表面の N 極磁場の様子なんですけども、一番左、これ従来の日の出前の地上観測こんな感じだったんですね。で日の出はここまで来ました。これは大きなジャンプだったわけです。いっぱいこの黒と白の磁場があると。だけども、まあ、それで運動が追跡するようになったと。だけどもやっぱりこの中で何が起こっているのか見えない。これを、ソーラーシーはこのぐらいまで良くなります、これでいくとですね、なんかこう渦が、巻いてたりですね、この中に白と黒がぶつかってこう消えていったりと、まあ、そういうことが我々大事なエネルギー源だと考えているんですが、まあ、そういったものを、見たいというわけですね。それからもう一つ高解像度の威力再装ですが、まあ、これスピキュール、こうね針のようなものが表面からいっぱい突き出てるんですが、この根っこ どっから出てるのかなと、まあ、みんなこうよくわからないんですね。なぜこれガスが噴き出してるのか。できっと足元では何かが起こってるはずであると、まあ、一つはその流状反で磁力線がこう動いてですね、それがぶつかって磁気、リコネクションをやってるんじゃないかと。あるいは ここで渦ができてですね、これがこうねじられてその、力でこうガスが上がってんじゃないかとか、下からこう上がってきた磁力線とぶつかってですね、上のやつがでここで、磁気リクションしてんじゃないか、まあ、こんな説いろいろ想像されてるわけなんですが、本当に、まあ、このどれでもないかもしれません、まあ、とにかくそういう、ものがどうして作られているのかっていうのを原因をつかむと、これがエネルギーの流れを、理解する上で大事だろうと考えています。からコロナの場合はですね、これ日の出のコロナ画像です。で日の出の打ち上げ後ですね、一瞬すごいロケットが上がりまして、日の出よりも、解像度のいい、観測を3分間やったわけですね。このぐらい、分解能が上がると何が見えるだろうかと、まあおそらくですね、こういうコロナを伝わる波がこれ揺れとしてね、時間をこう変化を観測すると見えるかもしれない。あるいはこんなですね、磁力線がこうねじれたような格好が見えて、まあ、磁気リコネクションをやっているような現場が見えるかもしれない。あるいはこう小さなプラズマがですね、ここから吹き出しているというようなのが見えれば、まあ、先ほど草野先生の話になりました、まあ、磁気リコネクションの、証拠になると、まあ、あるいはここで突然こうピカッと光るとね、いう熱化する様子、まあ、こういったものが解像度を上げると見えてくるというふうに考えています。で、これごちゃごちゃした絵なんですが、これ太陽の大気を横から見た、我々の想像図です。
滞留している層があって、その上に光球があって、そこから磁力線がこういっぱいこうつながってて、コロナにつながってるんですね。でここで波が立ったり、いろんなことが起こっていると。で日の出は、この光球の表面の磁場を精度よく測りました。ソーラーシーはですね、それに加えて、この赤いところ、こういうところの磁力線のつながりを測定します。そうすると磁力線のつながりが分かるとですね、実は光球からコロナにかけて電流がどう流れているかということが、決められるんですが、まあ、それができるとですね、これ実はフレアのエネルギー蓄積に非常に重要な情報でして、まあ、エネルギーがどんだけコロナに溜まっているか、それが分かるようになります。それから、波がいっぱい立っていると思っているんですが、まあ、波が運ぶエネルギー、あるいはこの衝撃波っていうのは、まあ、津波のようなこう波の砕けですね、それを測ると、まあ、これがきっと再送コロナにエネルギーを与えているという説が、まあ、先ほども話ありましたけども、まあ、それをちゃんと、測る。それから、磁力線の向きがこう急激に変わるところ、これはあの磁気力コネクションが起こる現場なんですが、まあ、そういった構造を見ることで、フレアがこう突然起こる原因を探る、まあ、そういうことが分かる。それから、磁力線がこう下から湧き上がったり、または沈み込んで消えてしまう、まあ、そんなことが起こっているんだろうと思ってます。で実はですね、こういう磁力線の、動き、輸送ですね、変遷、これをちゃんと見るとですね、どうしてその磁力線が作られて、太陽の中で作られているのか、まあ、そういう理論に重要なヒントを与えてくれるというふうに考えています。あとあのフレアの爆発なんですが、先ほどちょっとまあ地上観測の悪口言いましたが、ちょっともう一回もう一つ言うと、地上観測はですね、4メートルの望遠鏡っていうのはこの非常に解像度が高いんだけれども、太陽の表面をですね、顕微鏡でこううんと拡大して狭いところを見るんですね。なのでこのぐらいのところをこう一生懸命こう観測するんです。そのくらいのすごいのが見えるんですけども、ところがこういう大きなフレアを観測するにはですね、やはりもっと広いところを見ないと分かんないんですね。これは日の出です。でソーラーシーはさらに大きく、こんなこういう領域をですね、あの観測して、まあ、この黒点の上空に溜まっていく磁場の歪みを精度よく測ると。でかつ時間分解の上がりますから、その爆発の瞬間を確実に捉えるということをやります。で、まあ、ソーラーシー実現までの道のりなんですけれども、実はこんな打ち上げがですね、今のまあ、日本の状況ですと、まあ、早くて2027年ぐらいなんですね、まあ、その頃を目指して非常に息の長い、計画ではあります。実はそういうで、まあ、その前で何をしないといけないかというとですね、計画が採択されたら、まあ、詳細設計をやっていろんな試験を行います。模型を作ってですね、熱温度を変えたり、こうガタガタこう揺すったりですね、壊れないか調べたり、まあ、それができた、合格した後に、フライトモデルを製作して、また、まあ、一生懸命試験をやるわけですね。それでようやく、まあ、打ち上げと、まあ、こんなあの道のりが、まあ、これはあの実は日の出を作る時も同じことをこうずっとやってきたわけなんですが、まあ、これをこれからやらなくちゃいかんと。で今はどこにいるかというとですね、実はまだここなんですね。はい、まだまだあの先長いと。じゃあこれまあ、計画採択されるのも頑張ってるんですけども、いつになるか分かんない、ね、だからこれ、まあ、じっと待ってていいのかというと、まあ、そんなことなくてですね、いっぱいあの開発しないといけないこともあるし、それまでにやらないこともいっぱいあります。で少し、まあ、その辺の話を最後にしたいと思いますが、まあ、ソーラーシーに向けた実験の一つとしてですね、あの紫外線の観測ロケットというのをあの実験を、まあ、国立天文台が中心になってあの行っております。でこれはあの水素が出すライマンアルファ線というの あのわずかな変更を捉えてですね、あの最初の弱い、磁場を、計測すると測るという、まあ、野心的な、ロケットの計画ですね。ロケットっていうのはあの人工衛星と違いまして、ビョンと飛ばしてですね、5分ぐらいで下に落っこってくると、まあ、そういう、一発勝負のそういう実験ですね。だけどもまあ、この開発にはですね、非常に長い時間がかかります。だいたい7年ぐらいかけて、まあ、若者たちがですね、一生懸命こう、開発してきたんですね。でこれ何重要かというと、
ソーラー B からソーラー C まで先ほど言われて20年以上間が空いちゃうんですね。でその間我々技術をこう若い人に継承していかないといけないと、まあ、そういう若い人の鍛錬の場でもあります。でも、まあ、よく頑張ってですねこういうふうに、望遠鏡を開発しまして、去年ですね、9月3日アメリカのホワイトサウンズで打ち上げに、まあ、大成功しまして、まあ、これちょっと難しいんですけどもライマンアルファ線のスペクトルと、でこれはその変更のスペクトルなんですけどね、まあ、これの意味するところは非常に奥深くてとてもちょっと説明できないんですけども、これはとにかく世界で初めてこういう信号を捉えたということなんですね。最初の磁場の情報を含んでいる、はい。でロケットはですねまた落ちてきて、まあ、それをこう機械回収するんですね。この時はなんか望遠鏡もちゃんと壊れずにまた戻ってきたと。で実はまあそれを使いまして、もう一回挑戦しようとクラスプ2っていうの、これは少し違う、さっきは水素だったんで今度マグネシウムの、スペクトル線の変更を測って、もっと、まあ、詳しい情報を得ようという計画を今準備しております。2019年打ち上げと。それからもう一つはですね、気球に望遠鏡をぶら下げてで、大気の上空に行ってですね、まあ、空気の邪魔しないようなところから太陽を見ようと。これは気球ですからもっと大きな望遠鏡、口径1メートルの望遠鏡が上がるんですが、まあ、これはドイツやスペインと国際協力で進めている計画なんですが、実はですねこれソーラーシーで光学望遠鏡でやろうとしている考え計画しているその赤外線の変更観測ですね、まあ、それをまず先駆けてその装置を開発し、その実力を実証しようという、まあ、そういう計画であります。でこちらの方はですね2020年、気球で、まあ、北極の周りをぐるっと、まあ、半周ぐらいするんですが、まあ、そういう、予定で準備を進めているということです。それからもう一つですね、京都大学北天文台、ね、これは北アルプスの麓にこうこんな、まあ、熊が出るような山の中なんですけども、こう望遠鏡がありまして、ここにこの向こうにある望遠鏡はですねこれこんな塔に乗っかった望遠鏡で60センチ その分光器がある、まあ、これ使うとですね、まあ、もちろん可視光ですから、いや赤外はですね地上でちゃんとこういう太陽のスペクトルが取れるんですね。でこの望遠鏡を使いまして、まあ、これ晴れるとですねこれ観測してたんですけども、こういう暗い部屋に閉じこもりまして太陽のスペクトルをこう調べています。でここに、サンライズやソーラーシーで、観測するような観測装置を、開発して、このスペクトル線ですね、太陽のスペクトルをこう詳しく調べていると。で実は太陽の光には無数のこれ黒い筋なんですけども、スペクトル線これを測ることによって太陽の磁場が測定されるんですけれども、まあ、無数になるけども、サンライズやソーラーシーで実際に観測できる波長はもう一つか二つに限定されるんですね。だからどこの光を観測するのが一番いいのかと、まあ、この辺は十分地上で検証して やる必要があります。でまあ、そういうことを、まあ、こういう地上の望遠鏡を使って準備するというようなことをやっている。あと、2020年代にはですね実は海外で大型の太陽ミッションがあります。一つは、ソーラーオービターと、これはイーサ、ヨーロッパの国々がやってるんですけれども、地球のこう公転軌道からですねちょっと外れてこう南北にこう傾いたこういう軌道を持って太陽の周りを回ると、それで、太陽を上から見てやろうと、これはまあ人類史上初ですね、まあ、そういう計画があります。で、0.28 地球から 0.28 倍ぐらいまで太陽に接近すると。でこれは2020年代に本観測を進めます。それからもう一個すごいのはですねソーラープローブっていう名前なんですけれども、地球と太陽の距離 その20分の1 50分の1か違いますね20分の1ですね、まで近づいて、太陽のコロナの中にこう突っ込んでいって、でそこのガスの状態を測ろうという、そういう計画です。これも2018年頃打ち上げるんですが、実際に最接近するのは2025年頃なんですね。はい、まあ、これもう、なんか燃えてしまうんじゃないか心配してるんですけども、まあ、そんなことはないと言ってますね。はい、でまあ、こういう衛星はですね、まあ、その場に行って、非常に精密に測るんだけれども、ただしそこの一点観測なんですね。
まあ、それと、ソーラーシーはもっと広いところを見ますから、まあ、そういう連携することで、まあ、太陽、地球圏のその三次元構造、この探索、こういうものが、可能になってくるというふうに考えています。はい、で、最後にその、まあ、太陽を研究するということはですね、いろんな、まあ、太陽って珍しく天文学の中でですね、本当に役に立つ分野だというふうに思っています。一つには、まあ、さっきの草野先生の話にもありましたように、まあ、地球惑星環境、これを、予測するという上で、まあ、太陽をのことを理解するということはとても大事であると。それから、まあ、太陽は天然のプラズマ実験室というふうにも言われています。まあ、地球の実験室では絶対実現できないような条件のプラズマ現象を太陽で観測する、まあ、それによってプラズマの、まあ、学問も、進展すると。それから、何といっても、まあ、太陽で起こっていること、これはおそらく、まあ、宇宙、星でも似たようなことが起こっているだろうというふうに考えるわけですね。ですから、まあ、そういう、得られた知識、太陽で得られた知識っていうのは宇宙の理解にもつながっていくというふうに考えております。はい、で最後まとめますと、ソーラーシーはその日の出が、まあ、扉を開いてくれた、太陽プラズマ科学をさらに発展させて、まあ、結実させる、そういう計画です。で、まあ、太陽地球圏を支配する、まあ、太陽活動の起源と宇宙にあまねく、磁気プラズマというものの解明を目指します。から日の出より、まあ、一桁高い分解能と検出感度、それから新しく再層の磁場を測るという機能を備えて、まあ、それは日の出の経験がありますから、それをこう継承して、まあ、作っていくと、そして、まあ、世界でオンリーワンの計画であるということですね。まあ、日本と世界 の, 研究者が、まあ、協力してやろうよというふうに、進めています。で、まあ、2020年代の打ち上げを目指して、提案をしていますが、まあ、道のりは非常に長いということで、まあ、そのための準備を、まあ、鋭意進めているところであります。はい、以上、ご清聴どうもありがとうございました。はい、一本先生どうもありがとうございました。それでは、ご質問、ございますか。スペクトル線、特に太陽の光球の吸収線のことはフランホーファー線と言いますけれど、たくさん情報を含んでます。で、どういう観測をするとどういう情報が得られるかっていうのは、レジュメの下の方に吸収線の波長を測ると視線方向、奥行きの方向の速度が分かりますとか、磁場に感度がある吸収線の、分かれ方具合を見ると、磁場の強さが分かりますとかっていう観測の方法が書いてあります。はい、じゃあ質問お願いします。すごいこれからの野心的な観測で楽しみなソーラーシー衛星の話、どうもありがとうございます。陽光も10年観測以上して、日の出も10年以上観測できたってことで本当におめでとうございます。ちょっと話にはなかったんですけど、その開発っていうことで衛星観測で失敗していろいろ報告とかあったり、なかなか大変だと思うんですけども、長寿命な衛星を作る秘訣とか、例えば開発の虎の巻のようなものを作ってはどうでしょうか。もしくはそういったものはもうあるのでしょうか。あ、虎の巻、はい、もう山、虎の巻っていうんですかね、衛星はやっぱ信頼性ですね。宇宙に上げて、あ、壊れたでは済まないんで、もういろんな試験項目がこうあって、それをこう全部こう合格したものだけをこう打ち上げられると。だからその、まあ、虎の巻じゃないですか、その指導書、これはもう山のようにあります。なので、
それを一個一個こうクリアしていくためには時間と、人の時間ですね、まあ、お金もかかると、まあ、それはたっぷりあります。はい、まあ、でもね、時々失敗する、これはまたそれが失敗がまた次の経験に生かされていくということを、まあ、繰り返しているということになりますね。よろしいですか。他にございますでしょうか。はい、どうぞ。すみません、衛星、今の日の出から次のあれまでに随分時間がかかるんですけど、日の出がこれで10年です。このあとその次のが打ち上がっていくまで日の出 の観測はどのぐらい続けられるんですか。要するにどんなものにでも太陽年数とかそういうものがありますよね。その衛星観測衛星とかいうものはどのぐらいのあれを持って打ち上げられるんですか。はい、保証期間はですね、日の出の場合は 3年ですね。まあ、大体宇宙圏の衛星は科学衛星3年だと思います。だけども、まあ大抵それよりは持つんですね。まあ、早く壊れちゃうものもあるんですけれども、一応保証耐用年数というのは3年ですから、まあ、地上では3年間は持つんだっていう、そういう試験をして打ち上げることになりますね。でも、まあ余裕を持って、まあ、本当はそのちゃんと3年後にきっちり壊れるっていうのは、まあ、かえって難しくて10年ぐらい持つと。で、日の出の場合に関して言うと、まあ、一部実はすでに劣化したり少し故障した装置もあるんですけれども、今のところ非常にその他はまあ健全に動いててですね、あと軌道という点ではまだ10年以上は地球の周りを回り続ける軌道におります。なのでまあ、運が良ければソーラーシーまで10年間観測できることを望んでおりますが、まあ、はい、よろしいですかね。はい、いや、日の出長生きしてもらわないと困りますんで、ぜひ幸運の中のでも最高の幸運の経路をたどって寿命を長く使いたいなと思いますね。よろしいでしょうか。はい、じゃあどうもありがとうございました。ということで、本当に時間ぴったしに、4人の先生方の講演が終わりまして、約束の16時半で、会を収めることができるようになりました。ありがとうございます。今日の4人の先生方のお話、日の出が上がって10年、日の出が素晴らしい観測の成果を出して、いろいろ新しいことが太陽の分野で分かってきた、その一端をなるべく平易にしたつもりですけれども、4人の先生方にお願いして、お話をしてもらいました。太陽の観測、まあ、他の天文学の観測もだんだん最近難しくなってきているんですけれども、特に太陽の観測は、磁場だとか、磁気エネルギーとか電流だとか、その地上の物理学の、多くの人が嫌がる難しい物理のことを理解しないと、なかなか太陽で起こってくることを理解してもらえないっていう状況ができてきていますので、ぜひ私たちも努力して皆さんにご理解いただけるようにするんですけれども、なかなか難しくて、ご質問も残ろうかと思います。日の出の観測結果については国立天文台の日の出科学プロジェクト、そこのホームページにもたくさん情報を載せてありますし、宇宙科学研究所の日の出プロジェクトの方でもいろいろウェブページを用意して、皆さん方にご理解いただけるような機会を作っておりますので、ぜひその辺の
ページも参照していただき、さらにご質問等があればそのページに書いてある E メールなり、あるいは HTML のウェブページからご質問いただいて、ご理解いただくようにしていただければと思います。ということで本日は長い時間になりましたけれども、熱心に、聞いていただきましてありがとうございます。ぜひアンケート用紙記入していただいて、こんなところがまずかった、もっとこうしたらよかったのにというようなご意見をいただければ幸いでございます。はい、それではどうもありがとうございました。これで今日の講演会を終わりたいと思います。